はい、皆さん、こんにちは。えー、歴戦二講師の森山です。 使用書士合格講座全体構造編第1回こちらを始めていきたいと思います、まあ、全体構造編1回ではありますがあこのです、ね、130回続く合格講座の第1回ということになりますからここから皆さんと一緒に合格目指して勉強していきたいという,ふうに思います一緒に頑張っていきましょうで今回の方はこちらの全体構造のテキストとそれから講義ノートですねこちらを使っていきますから、まあ、こちらをお手元にお出しいただければというふうに思いますでこの全体構造は3回しかありませんのでここで何か試験体験 対策をしていこうとかそういうことではなく、司法書士の試験というのはこういう試験ですよと、でこういうふうに勉強するんですよ。で法律ってのはこういうことですから、まあこれから民法が始まった時には、あそのこういう思考回路をすることになりますから、あその入門こんな形でお話をして形になります。ということでこの3回のところでですね、司法書士の試験やその法律の世界をいったものを少しでも知っていただければいいかなと言ったところです。ですから民法とか憲法とか本格的な勉強が始まったらまた復習なんて形で しっかり時間をとってやってもらうことになりますがまずは勉強に慣れるというところですから最初、こう座って人の話を聞くっていうのも例えばもう小学校とか中学生だと毎日やってると思いますがなかなか慣れないかなと思いますからまずはその慣れていくところからといったことになりますからそんな形で少しずつ腕ならしといったことをやっていただければいいかなという,ふうに思います。さあということでまず始めていきます。けれどもも同じ講義を聞いても 受受かかる方方と受からない方が出ます。ですから皆さんはしっかり合格をしてほしい、まあ、せっかくこのクラスで頑張っていくわけですから合格してほしいといった形になりますのであの合格できるというやり方で勉強していただければと思いますがまず合格する方だとまず休みません、でもちろんこの通学生の方とかであればちょっと事情があって休みますとかいうことはあるとは思うんですね。あの子供じゃなないいので、ろんな用事事事がが、ああし、仕仕もあります。で仕事が ああるるので今日はいいけまませんってこともあるかとこもか思いますただ、レックの方ではフォローシステムがありますから、しっかりそういう時はフォローする。で次の講義には参加する。まあ、こんな形でやっていただければという,ふうに思いますねえ。通信の方もそうなんですが、まあ、通信の方もきちんと通学生のつもりで日程を決めて、この日にはこれを聞く、この日にはこれを聞くなんてことをしっかり決めて、それを守るということですね。で通信の方なんかだと特に、 あちょっと復習が遅れてるから1日延ばそうまた延ばそうとかやってると講義を聞く日がどんどん遅くなって終わらなくなってしまうでこのスケジュールではもう2月とか3月に講義を終わりにして直前期に総復習できるような、まあ、カリキュラムになってますからこれを伸び伸びにしてしまうと最後のこう総復習ができなくなってしまう追い込みができなくなってしまうことになりますねですからあしっかり講義の方を予定を決めてやっていくといった形これを守っていただければと思いますあとは えー、講義でやったことをしっかり覚える。つまり、後でまた言いますが、記憶の時間を取るということになります。で、講義を聞くっていうのは、まあ、ある意味楽しいところもあると思うんですよ。初めての世界で、えー、民法ってそう考えるんだ、あ、刑法、それ犯罪になるんだとか。でもそれを家帰って、覚えるっていう時間を取ったかどうかなんですね。で、勉強って例えば理解をして、こうなってるのか、こうなってるのかって言って、 頑張ったってって終わりにしちゃいけなくてじゃあ分かったとしたらじゃあ本を閉じて今のところしっかり覚えよう覚えてるか確認しようこういう暗記の時間記憶専用の時間これを必ず取ってほしいということになりますでこれは何も机の前でやる必要ありませんから例えば電車の中の時間だとかあるいはお風呂の時間だとか、まあ、とにかくその隙間時間を利用してしっかり記憶の時間 これほっとくととにかく理解したり講義を聞いたりとかああいうことに時間を全て使っちゃうことになりますがそうではなくて記憶ということをもう10分でも20分でもいいからしっかりとると本を閉じて思い出せるようなことをやってみるとこんな形で必ず時間をとるようにしてください、まあ、もうちょっと本格的に始まってからでいいですけどねであとは余計なことをしない。 で講義でお話をしたことあるいは私がこれをやってくださいと言ったこと以外にこれもやった方がいいんではないかとか言っていろいろ手を出してしまうと本当に大事なことができなくなっちゃいます。 ですから、まあ、受かる方っていうのは何でもかんでもやってる方ではなくて、きちんとやるべきこと、まあ、基礎基本のところを正確にできた方が受かるので、あれもやろう、これもやろう、あれもやった方がいいんじゃないか、なんてことをやってると、本当に大事なことができなくなってしまいますから、余計なことはやらないということも大事なことですね。特に今、まあ、情報がたくさんある時代ですから、インターネット、SNS なんかで受験生同士で、まあ、やりとりすること自体はそんなに悪いことではないと思うんですがあれもやった方が、 いいんじゃないかこれもやった方がいいんじゃないかあれやらないと受かんないよとか言っていろんなことをですね言われたりしますですからそれを全部真に受けてしまいますと本当にこう、まあ、情報に踊らされてしまうということになりますから、まあ、しっかり講義を信じて、まあ、1回で受かった方とはみんなそれしかやってませんから、まあ、そんな形でぜひやっていただければという,ふうに思います。で当たり前のことを 当たり前にできる人がやっぱり受かるんです。そういう人が 4%5% いて、まあ、この試験は合格率が 4%5% の世界ではありますが、きちんとやっぱりやった方が受かる。そういう試験ですから、ぜひこれからですね、誠実にまあ1年半勉強していただければというふうに思います。それでは前置きはこれぐらいにして講義の方を始めていきたいと思います。まず、ブレイクスルーテキスト、こちらを開いてみてください。 でそうすると目次があると思いますがその目次のところでは第1編、小書士の業務内容と小書試験それから第2編、小書士紀の学習に入る前に。 第3編、試験科目の基礎と書いてありますが、まあ、なかなか、まあ、全ての科目の基礎までお話はできませんので、えーまあ、司法書士の業務内容、それから司法書士試験それから勉強法それから、まあ、法律、民法の基礎あたりまで、えー、少しお話をしていきたいと思いますがではテキストを開いてみてください、第1編、司法書士の業務内容と司法書士試験3ページのところですね。 まずはこれから皆さんが目指す司法書士の試験、これがどんな試験なのかというところをお話をしていきます、もちろんまた憲法とか民法が始まったら本格的にもう勉強していきますが、まあ、今は、えー、とりあえず皆さんが目指す試験、ですねどんな司法書士というのはどういう仕事をするのかで、それから試験はどういう試験なのかというのをまずゴールを分かってもらう。 そこから勉強を始めていいくといった形になります。では3ページ。まず第1節、登記業務と書いてありますが1行目、不動産あるところに登記がありということでまず、塩書士のメインの仕事は登記の仕事その登記って言ってもいろんな登記がありますが不動産登記これがやっぱりメインということになります不動産登記じゃあ不動産登記って何ですかっていう話になりますけどまず不動産 これまた民法に行ったらやりますが不動産というのは土地とか建物のことですねですから土地とか建物の登記が不動産登記ということになりますで皆さんが物を買ったらこれ自分のものですよってちゃんと人に言いたいわけです主張できるようにしたいで例えば小学校とかであれば教科書を一人一人算数の教科書とか配られますからこれ僕のものだよというために名前を書きますよね。不不動動産産もも一緒なんです不動産も 一生っていうかもっと大事ですよ。3000万、4000万出して買うわけですから、これが自分のもんだって主張できない。それ本当にお前のもんなのいや俺のもんだよ言えなければ困るわけです。ですからどうするかっていうと、不動産には物理的に名前書くとこないですから、法務局に 登記記録、まあ投簿というものがあって、そこに名前を書くと自分のもんですよって人に言えるようになる、主張できるようになるわけですね。ですから、まあ対抗要件と言いますが、第三者に俺のもんだって主張できる要件が登記ということになります。ですから、法務局に行って不動産登記の申請をしていく。そうすると、例えば A さんの不動産だったものが A さんの土地だったものが B さんが買えば B さんの名義にしていかなければいけない。で、法務局の職員が、 町中を見回してどこかで不動産が動いてないかなって登記を勝手にやってくれるわけではありませんから申請をしてすいません、これ買ったんですけど僕の名義にしてくださいって登記申請をしなければいけないんですねそうすると A から B にと名義を書き換えるような所有権移転登記っていうんですがそれをやると A 名義だったものが B 名義になって登記簿にこの不動産 B のものですよという,ふうに乗るわけですそうすると B さんは登記簿に載ってるから俺のもんでしょと人に主張できるようになるわけですよ。 でこれが不動産登記。で、この登記申請って難しいんです。どうして難しいかっていうと、その何千万もする、あるいは東京とかであれば何億もする不動産の名義が変わるわけですから、もういろんな証拠をつけていかなければいけないし、申請書の書き方も決まってるんですね。だからなかなか素人の人には申請することができません。で、定等権を消すような定等権抹消登記っていうような簡単な登記があって、これは、 まあ、一般の方も結構やったことがあるかと思いますがこの所有権が移転するような登記に関しては名義が書き換わるわけですからもうつけなければいけないものや書かなければいけないものがしっかり決まっていてなかなか大変だしもし登記を失敗してしまうとお金を払ったのに名義が移りませんでしたなんてことになってしまいますからこれは一大事ですよねだからそういうふうな場面では使用書士が間に入ってじゃあ私が登記申請してあげましょうという形になるわけです。 特にこの決済あとでまたお話をしますが決済の現場なんかだとお金が動きますから決済は売買だと思っていただければですね A から B に不動産を売るような局面では B が A にお金を払うわけですから名義がちゃんと移るように間に司法書士が入って私が登記申請をしっかりしますからということでお金を払ってくれるという形になるわけですねだから司法書士がこのようにえ不動産の登記をしていくって仕事がありますで まあ不動産投機は何もですねこの決済の現場売買の投機だけではなくまあ名義を移さなければいけないのは相続まあ例えば A さんが土地とか建物を持っているんですがその A さんが死亡しましたって時には A さんの相続人に対して名義を書き換えなければいけないで昔はこんなのいつやってもよかったんですが今度、これ義務化されますですから相続投機義務化されるのでもうこのですね相続があったら すすぐに登記申請をしななけけければいいいという時代がやってくるわけです皆さん、その中で使用書士になろうとしてますからまさに世の中はですねこの登記がもうたくさん出てくるような、まあ、そんな、まあ、この使用書士、本当に忙しい時代ということになってくると思うんですけれども、とにかくまあそんな形で登記をしていくで、これも結構いろいろ難しいんですよ、それはもう親の名義から子供の名義にすればいいだけじゃないかということになりますが、そのまず親子の証明、つまり相続人の証明をしなければいけないので戸籍を集めてこなければいけない。 で私もです、ね、実務でお客さんにいや戸籍は自分で集められますからそれ料金取るなら自分で取りますよなんて言われて、まあ、自分でお客さん取ってくると言って取ってくるんですけれども、まあ、1枚ぐらい持ってきて戸籍を持ってきましたと、ね、それじゃ足んないわけです、例えばその死亡した人が生まれたときまでの戸籍を全部遡るそうすると例えば20代の頃に子供がいましたとかいうことが出てくるかもしれないですね。そそそしたらられれも相続人ですからそれを含めて 遺産分割協議などをしていかないといけないわけですで実際にいや私たち子供3人だけですから先生信じないんですかとか言われて。 いや、それでもね、こっちは仕事だから調べなきゃいけないんですよって調べたら、相続に他にいたということもありましたから、これはちゃんとそういうふうに調べて、で、もちろんそれで戸籍を添付して、登記申請していくといった形になるわけです。そうでなければ、これは間違ってしまいますからね。だから相続登記も結構大変なんですよ。まあ、そんな形で、不動産あるところに登記ありと書いてありますが、不動産の名義が変わったり、不動産に抵当権などの権利がついたりしたら、登記申請をしていくことになりますから、それを 代理でやっていくのが司法書士の仕事といった形になります。で、あとは3ページの1、2、3、4段落目かな。真ん中あたりの段落に一方って書いてありますが、一方、商業登記についてはって書いてあります。この商業登記というのも登記として存在します。じゃあこの商業登記って何ですかと言ったら会社の登記です。例えば、レックのような会社、これ東京リヒアルマインドって会社なんですが、こういう会社も登記を必ず法務局にしてるんですね。 それはどういうことかというとうちの会社の資本金はいくらです社長は誰です取締役は誰です、えー、こういうことをきちんと登記しておくんですなんで登記しておかなければいけないかというと取引相手が本当にレックなんて会社あんのかな本当にこの人社長かなお金を融資をしようと思うんだけれども資本金いくらかなって不安に思った時に、まあ、きちんとチェックできるシステムがないと困るわけですねだからインフラとして法務局に会社は登記をしておかなければいけない。 ですから、まあ、例えば会社を設立しようと思ったら登記から始まるわけですねすいません、会社を作りたいんですけどってなったらおじゃあ、設立登記をしなければってことになるしもし、その会社の資本金やあとは役員が変わればその役員の変更登記や資本金の変更登記などもしていかないといけないということになりますもう役員も、まあ、原則2年に一度変更が任期がきますから2年に一度お客さんやってきて、えー、登記申請をしていくといった形になるわけです。 で何も、株式会社だけがこの商業登記の主体ではありません、まあ、法人登記なんて形で例えば医療法人これあの皆さんが行く内科とかそういうのも全部医療法人ですがあれも資産変更の登記とかそういうのを1年に一度やらなければいけなかったりするので本当にこういろんな法人についての登記申請なども司法書士の仕事として存在するんだといった形になりますでは、次のページに行ってください。4ページ訴訟業務 え、司法書士は訴訟についての仕事もすることができます。で、これをやりたいかどうかは皆さん次第で、別に、え、期の仕事だけでももう十分仕事になりますから、まあちょっと争らいごことは嫌だな、なんて方は別にやんなくてもいいんだけれども、やることもできるということですね。で、例えば私のクラスの合格者の方なんかでも、え、訴訟をメインにやってるわけではないですが、例えば相続の依頼があった時に、え、その、 ついでにこうついでにというかまあ何かことが発展してしまって訴訟になるとかいう時にあ代理できますよなんて形で何件か仕事をしたという方もおりますですからこの訴訟業務についても司法書士の仕事だというふうふに理解をしておいてくださいただ、この訴訟業務については少し限定がありますので気をつけていただければと思いますがいわゆる4ページの1行目に書いてある簡易裁判所の訴訟代理権によって新たに職域が広がった分野ですと書いてあります。 弁護士と同じように法廷に立って訴訟の代理をすることができる訴訟の代理裁判の代理ですねこれをすることができます法廷に立って発言したりだとかあ証拠を、まあ、見つけてきて証拠を提出したりだとかあそういうですね訴訟活動これをすることができますじゃあ弁護士と一緒じゃないかというふうふに思うかもしれませんがいくつか限定があってまずこの訴訟業務は全ての司法書士ができるわけではありません 皆さんが司法書士に合格した後に、その後、認定というものを受けなければいけない。認定交差という試験に合格をして、認定司法書士になると、訴訟の業務をすることができます。これから目指す司法書士の試験に合格すると、司法書士になります。で、その後に、認定交差というのをクリアして、認定司法書士になります。その認定司法書士の仕事だよ、というふうに、まずは押さえてください。 えまた試験があるのかというふうふに思うかもしれませんがこの認定講座は司法書士試験ほど難しい試験ではありません司法書士の試験に合格した後に 60%70% の方が受かる試験ということになりますから、まあ、きちんとやっていれば受かる試験だということになりますでも気をつけなければいけないのは司法書士というまあ難関試験に合格した後の合格者の合格率ですから、まあ、それなりに難しいということはありますただですよ あの、多くの人はこれ、勉強してないから受からないことが多くて、ちゃんと勉強していれば受かったりするんです。どうしてかというと、司法書士の試験難しいから、もう合格した後に、あまりやんない方もいるんですよ。で、さすがにやんないと落ちます。ただ、しっかりやった方は受かります。だって、司法書士の試験合格できる力があるわけですから、その後に、えー、淡々とちゃんと勉強している方は、この認定講座も合格できます。そうすると、認定講座に合格をすれば、認定司法書士になりますから、訴訟の仕事をすることができます。ただ、この訴訟の仕事、 民事訴訟だけです例えば弁護士と同じように刑事訴訟の代理人になることはできませんからなんか冤罪を晴らすとかそういうことはできないですねあくまでもお金の貸し借りをしたけど返してくれないとか、えー、あるいはですねそういうまあよくあるのが敷、えー、金を取り戻すとかあとはあのラジオの。 CM なんかで使用書士の CM 聞いたことあると思いますが、払いすぎた利息を取り戻すとか、そういう過払い金訴訟って言うんですけど、まあそういうふうな訴訟、民事訴訟ですね。そういうのをすることになります。ただし上限があって、140万円まで、で、140万円までの簡易裁判所の訴訟です。だから、もう地方裁判所とか、 高等裁判所とか最高裁判所に行ったときにはもう代理をすることができませんが一番入り口の簡易裁判所その部分での訴訟代理権があるんだということになりますということでこの訴訟の仕事というのはあくまでもそういう意味では、まあ、メインの仕事ではなく、まあえー、あくまでもです、ね、メインの仕事は登記などを中心としたこう予防業務だというふうに思っていただければいいかなというふうに思いますでは5ページです 青年貢献業務。さあ、これもですね、今注目されている仕事ということになりますが、青年貢献業務ですね。ただ、この青年貢献業務に関しては、今お話をした、登記業務と、それから訴訟業務と違って、司法書士の資格がいるわけではありません。登記の申請と裁判の仕事は、これ司法書士の 専属的な仕事ですから、例えば登記業務は司法書士しかすることができない。司法書士でない人が登記申請をしてしまうと、まあそれは自分の家の登記とかならいいんですけれども、仕事としてやってしまうとそれは法律違反ということになります。ちゃんと仕事としてやることができるのが司法書士で決まってるんですね。あとは弁護士もできますよね。で、この訴訟業務についても、弁護士と司法書士の仕事ということになりますから、これも勝手にやることはできません。資格もなしにやってしまうと法律違反になります。ただ、この 成年貢献の仕事に関しては資格があるわけではありませんから現に司法書士の人がやっていることが多いというだけであって司法書士という資格がなければできないわけでは決してありませんでどういう仕事なのかというと成年貢献例えば認知症になっちゃったお年寄りなどで判断能力がないよ判断能力があ劣ってしまったよっていう時にあとは 知的障害の人とかその財産管理とか契約だとかすることができないわけですよね。で自分でやってしまうとやっぱりこう世の中にあの、まあ、食い物にされてしまうということがありますから財産を守ってあげるきちんと生活を守ってあげるという意味で、まあ、保護してあげる必要があるわけです。でそこでその認知症になった方や知的,障害な知的障害の方などをサポートする意味で後見人という形で保護者としてつくわけですね。 でその本人に代わって契約をしたり財産管理をしたりしてあげるという仕事になりますもちろん面倒を見るのはその介護の方などが中心ですがその総合的な監督みたいな位置づけだと思えば分かりやすいかなと思いますが例えばお金の管理をしたりそういう方のですね契約をしたりだとかすることで、うんまあ、保護していこうといった形になります。 特にこれから高齢化社会ですからこのお金を持っているお年寄りなどがたくさんいて本当にこの成年後献の仕事なんかも本当にこう人が足んないぐらいなんですねですからこれもきちんと社会貢献という意味でも必要だし立派な仕事だという形になりますで先ほど、これ使用書士の資格がなくてもできるよって話はしましたけれどもただ、後献人になるためには裁判所の審判で じゃあ、成年後見を開始しましょうという審判が行われるんですね、その審判でじゃあこちらの先生を後見人としてつけますというふうに、まあ、言ってみれば、指定されないと後見人にはなれないわけです、でもちろん一定のそのような、えー、例えば使用書士とかの資格がなければ裁判所は安々やすと認めてくれないわけですよ。だから、まあ あの、法律論とすればですね、資格が必要なわけではないですが、実際に裁判所で指名されるためには、一定の資格が事実上要求されるということになります。その中でも一番いいのはやっぱり司法書士なんです。司法書士は平成12年以降、本当にこの業,業務に力を入れてきて、もう、司法書士の内部でもリーガルサポートなんて組織を作ってるぐらいですから、それでも青年貢献の仕事は、もう司法書士なら安心だってことで裁判所がすぐ任せてくれます。ですから、このようにですね、司法書士の資格がある ことこで青年貢献の仕事なんかも非常にこうおやることができるよといった形になります、まあ、社会福祉士とか行政書士とか司法書士それから場合によってはこう親族がついたりすることもありますけれどもこれが青年貢献の仕事だといった形になります、まあ、ただ、この青年貢献の仕事はやりがいはあるけれども仕事をこれやれる人と向く人と向かない人はいますね。で向かない人は 向かないですですからやってみたものなんかつらいわみたいなあ言ってる先生なんかもいます、例えばその相性なんかも、まあ、正直言うとあるんですけれども、例えば知的障害の方の成、えー、年後見になったんだけれども、毎日事務所に電話,電話が来て、なんかお小遣いくれないのかとか、もうまなんかクレームを本人がつけてくれと言って、視聴者の先生が、ですねなんか大変だという方もいますし、それから本当にこう、 うんこの成年後見の仕事に関してやりがいを持ってもう3人も4人も面倒を見てますみたいにこうニコニコしている先生もおりますから、まあ、本当にこれは向き不向きがあるだろうというふうには思います。しかもですよ 業務ほどお金がもらえるわけではありませんからやっぱりこうやりがいということが中心だしあとは社会貢献ということが中心になるかなと思いますだからそういう意識のある方はじゃあ、成年貢献一人やりましょうみたいな形でやってあとは投機業務やるとか、まあ、そんな形のバランス感覚でやっている方も多いかなという気はしますだからこれだけでやっていこうとうなかなか何もやりますみたいなことになるとやっぱり大変かなということは正直思いますねでは次です 6ページの方に行ってください、まあ。その他ってことで、今代表的な仕事をお話をしましたが、まあ、他にもたくさん仕事があります。カッコ1番で遺言や相続に関する業務ということで、まあ、先ほど相続の話をしましたが、まあ、相続が始まると、まあ、不動産を持っている方であれば不動産の、えー、移転登記ですね、えー、しなければいけませんから、もちろん使用士の職務になりますけれども、その前に相続が 争いがないようにするために生前に遺言書を作っておこうなんて方も最近は増えておりますからその遺言書を作るお手伝いなどをし,していく仕事もあります、ね、この遺言書も、まあ、それは勝手に作ればいいじゃないかってことになりますがやっぱり勝手に作った遺言書って法的に無効になっちゃうことが多いんですよあとでまた民法を勉強すると分かりますが遺言書って本人が亡くなった後に効力発生しますから 結構やっぱり要件厳しいんですね。だっていい加減な紙切れみたいなものが、これお父さんの遺言書だから、私に財産くれるって書いてあるよ。それが有効だったとすると、何が遺言書かわかんなくて、本人の意思も確かめることできないわけですよね。死亡してますから。ですから、こういう要件満たしたものが、 遺言書で効力発生しますってちゃんと法律で決まっているのでその要件満たしてないものはいくらなんか意思が書いてあるとしても遺言書にならないわけですよだからちゃんと有効な遺言書を作るためには専門家のアドバイスに従って作っていくっていうことが求められますから、まあ、司法書士はそのサポートをしてあげるというような仕事もあります、まあ、例えばなんですけどなんかビデオメッセージみたいな動画で遺言書を残す方もいますが一切無効ですね だから法的には扱われないんですよ長男に財産この土地を渡しますとか書いてあるか、まあ、言ったからといって何も法的には効力ないんですですから、まあ、そんな形でちゃんと効力ある遺言書を作るためにはどうすればいいかってことでお手伝いしていくって形になりますでまあよくあるのがやっぱり正式な遺言書として、まあ、公正証書遺言 まあ交渉役場に行って遺言書を作るなんてことがあってその時には承認が必要だったりしますのでえそこ一緒にまあ交渉役場に行って正式な遺言書を作るみたいなまあそういうい仕事なんかもあったりしますまあこれもですねあのなんか入院している方が遺言書を作るみたいな形で司法書士が行って遺言書を作ってその入院している方がですねまあその入院している人にもうみんな 仲間みたいなもんで部屋の人とか隣の部屋の人とかにみんなに遺言書を作ったやよなよってったら私も作る俺も作るみたいな感じでその小書士の方がもういろんな人をそのままお客さんにしちゃったみたいな話も聞きましたのでまあそんな形でこう遺言書を作る仕事なんかもありますでそれから六ページの括弧二番企業法務というふうに書いてありますがまあこれ先ほど 会社の登記の話をしましたが、まあ、実際にはほとんどの会社っていうのは登記申請を使用書士に依頼するっていうだけではなくそもそも法的なことが分かってない会社が多いんです、まあ、例えばあ皆さんがテレビで見るような大きな会社であれば法務部というものが存在して中にまあ法的なことをです、ね、知ってる社員みたいなものはたくさんいると思いますが世の中の98%ぐらいは中小企業なんですよ ですから世の中のほとんどの会社は中小企業でお父さんが1人で社長やってますとか家族で経営してますみたいな会社ばかりでそのような会社が法的なことなんて全く分かってないのでしかも、そういう家族経営の会社が法務部なんて置いてるわけないじゃないですか。 ですからもうそういう企業の監督というかですねそういうところをもうきちんと顧問みたいな形でやっていくといった形になります例えば、まあ、登記が必要ならばしてあげるし、えー、あるいはここで、えー、定款変更した方がいいですよってアドバイスをしたりも、まあ、っと言うと先ほど2年に一度取締役の任期が来ますだからその時に登記が必要ですってお話をしましたが2年に一度任期が来るなんてことも普通の会社は分からないんです。 だから、まあ、実際には司法書士の方がコンピューターで管理してあげてあこの会社、今年任期だということでこちらからお手紙を書いて連絡していきます社長、今年任期ですよそそうかそうかかじゃあ当記またお願いするわみたいなこんな感じですよねだから向こうから任期なんで株主総会開きましたとか言って株主総会議事録を持ってきましたということはまずないわけですよそういうのを作らなければいけませんよ、えー、今年任期ですよみたいなところから普通は始まるのでこのような、まあ、監督的な業務ですねこ、えー、こういういとをやってたりします。 あとは、3番のところで障害業務、まあ、いわゆる外国人の方の仕事という形になりますがこれもやっぱり、まあ、最近増えておりますね、まあ、最近というか近年と言った方が正しいかもしれませんがですから、まあ、日本にもたくさんの外国人の方がいます。もう 英語圏の方、韓国語の方、中国語の方それから、えー、ブラジルなんかのスペイン語の方とかたくさんおりますからそういう方たちが、まあ、契約をしたりあるいは場合に言ったら相続をしたりすることになるとやっぱりそれは、えー、例えば不動産登記、えー、不動を持っている方であれば登記申請が必要だったりしますのでこれ語学がある方はやっぱりそういうお客さんですね。 をききちんとととカバーしてあげるることができるといった形になりますだから、よく、まあ、語学ができるんですけどって方はやっぱり有利ですよねで私なんかも韓国の方の相続の依頼がありましたけれども,もう全く読めないわけですよ、ハングル語で戸籍とか書いてあってもだからそれはもう本当に分かる方に回しましたけれどもやっぱりそういう,う語学なんかができる方はやっぱりこの障害業務なんかをすることもできますね。 でスペイン語なんかができる方で、まあ、ブラジル人がいっぱいいる街なんかあってそういうところでもう一定にこうブラジル人の信頼を引き受けてもう陶器やってますみたいな方もいますから、まあ、とにかく、えー、そんな形でもう何が役立つか分かりませんからこの法書士の業務っていうのは法的なことだけではなく本当にこう身近な法律を扱っていきますからもう自分の得意分野を結構生かすことができるんですねあの世の中広くて例えば喫茶店やりながら法書士やってますとか。 まあ書士の資格取ったんだけどどうしてもこう喫茶店の夢を捨てきれないという形で喫茶と塩少子をやっているという方もおります、あと私のクラスであの元プロの歌手の方がいてで CD なんかももらって先生、受験するのでお願いしますなんかあオペラ歌手ですねの方がいてあのイタリアかんかであの一生懸命オペラの勉強をして「紅白歌合戦」ありますよね。での紅白歌合戦の,あの地下室にコーラス やるところがあって和田アキ子とかが歌う後ろでこうコーラスをやったりとかもしてたらしいんですけどもやっぱり歌手の世界はなかなか厳しいらしくてで法律やりますって言って司法書士の試験取ったんですが歌と法律って結びつかなそうじゃないですかこれが結びついてなんか歌う司法書士みたいな感じでなんか小学校の法教育みたいなところになんかすごい大人気で。 歌いながら教えるみたいなこんな形で結びついたらしくてですね。えー、いうことでもういろんなものが結びつくんだな、えー、こんな感じがありますのでぜひ自分の得意分野を生かしたような事務所づくりです、ね、その街に密着するのもいいしもう大きくしゃうのもいいですよですからそんな形でいろいろできるということは考えていただければいいかなと思いますでは、使用書士の業務の話をしましたけれどもいよいよ7ページから使用書士の試験の話です。 いくら、司法書士の資格がいい資格だっ,って受からなければ話になりませんから、そのためにこうやってクラスに来てくれてるわけですから、どんな試験なのか、ああ言ったような本題の方ですね、入っていきたいと思います。まずは7ページのところですけど、第1節試験の特性と書いてあります。1行目、実務化登用試験というふうに書いてあります。実務化になるための試験なんですね。ですから、試験に合格すると、まあ、ちょっとした研修はありますけれども、実務化になることができる。 試験に合格をすれば実務家になることができるで、次に太字で書いてありますが受験勉強で身につけた知識を現場ですぐに使うことができるこういう意味なんですどういうことかというと試験って二通りあって一つが大学入試みたいな教養的な試験です例えば大学の法学部入るときにどんな試験を受けます まあ今でいうと共通テストだと思いますが昔、センター試験と言いましたけれども国語とか英語とか数学とか世界史とかやって大学に入りますよねで入ってやるのは法律なんですよ。 だから、法律とは関係ない勉強してますよね。基礎的な教養が身についてますかこれから皆さんには勉強してほしいんです。法律の勉強してほしいんです。で、法律の勉強するためには基礎的な教養が必要なので、さあ、高校で教養の勉強して、しっかり大学で勉強しましょう、みたいな、こういうのが、まあ、教養的な試験になります。 で、この教養的な試験っていうのは、これから勉強してほしいから受けてもらう試験なんですね。だから、これからやる勉強とは、ちょっと経路が違うわけですよ。基礎的な教養を聞いて、例えば論理的思考力だとか聞いて、おそういうのがわかるなら法律勉強できるよっていうふうに入学してもらうわけですよね。だから、そういう試験の場合には、思考力とか、論理的な考え方だとか、基礎的な教養だとか聞かれますけど、この実務化登用試験の場合には、そんなのは聞かれません。 一番近いのは、運転免許証の試験です。だって、運転免許証の試験合格したら、運転していいんですよ。で、使用書士の試験合格したら、使用書士やっていいんですよ。運転危険ですよね。で、使用書士だって危険ですよ。お客さんの財産を管理するわけですから、おまあ、その、管理ができない人が管理しちゃいけない。運転できない人が、運転しちゃい危ないように、お客さんの財産もろくに管理できない人が使用書士になったら、まあ、お客さんは困ってしまいます。そこで、 そういうのができる能力を試す。えつまり、これから皆さんは運転していいんですよっていうためには、運転に必要なことを全部聞いてくるわけですよ。だから、気象書置の試験もそうで、もう試験に合格したら、まあちょっと研修はありますけれども、実務出ていいわけです。だから実務で必要なことを全部聞いてくる。で、これで実務できる能力があるから、やっていいよってことなんですね。だから、もう論理的思考力とかではなく、ちゃんとした知識を聞いてくるわけです。 所有権転登記って何を添付しますかどんな申請書を書きますか全部聞いてくるわけですよそうするとお客さんに印鑑証明ください登記識別情報くださいこれで登記申請することができますあとは任せてくださいっていうふうに、えー、書類を集めて登記申請することができるんですねこれを試験で聞いてこなければすみませんあの印鑑証明もらわ忘れちゃったんだけどくれませんかとかいうことになったらもう何ですかこれはお客さん怒りますよ あの時も登記でできるっって言ったたしょみたいなな話になりますよねだから皆さんが実務で困らないように試験で全部の知識を聞いてくるわけですよだからこの試験っていうのは皆さんが実務できる能力を担保するための試験なので実務で必要な知識を正確に聞いてきますだから実務化登用試験に共通する試験の特徴って何かっていうと正確な知識を聞いてくるわけです だから、例えば、これは何ヶ月以内にしなければいけませんかとか、印鑑証明書は何通必要ですかとか、そういうことを聞いてくるわけですね。運転免許証そう、そうですよね。信号から何メートル以内は駐停車禁止ですとか、何メートルって数字で丸抜答えさせますよね。で、教養試験であれば、まあ、論理的思考力聞いてきますから、そんなのはあんまり聞いてこないんですよ。で、ところが、少々の試験は実務化、登用試験ですので、えー、もう正確な知識を聞いてくる。だから、これから皆さんがやることは、知識を正確に暗記すること。 まあこの試験っていうのは悪ければ暗記競争です。ですからこれから皆さんは覚えることが多いので、一番最初にお話した通り、暗記の時間をしっかり取ろうというのはそういうことなんですね。まあ司法試験なんかの場合には、まあ実務課登用試験的な要素もありますが、一種教養試験的な要素もあります。それからこれから長い長い司法収集に入りますけど、その司法収集に耐えられる法的な素養がありますか みたいなところがありますので例えば論文を書かせたりしますが実務で論文なんか書かないですよねでも書かせるんですよそれは法的な素養があるかどうかを聞いてくるのでその訴状を書くだとかそういういのは証拠集めの仕方とかそういうのは司法収集で身につければいいじゃないかって発想なんですねでその前に法的な素養を聞いてくるだから弁護士は扱う範囲がもう広いわけですよ そそれはその教養の部分を重視してどんな事件が来ても大丈夫なようにしてくるんですが千代翔士の場合にはもうきちんと法的に必要なことを試験で聞いてくるんだああいった形になりますだから、皆さんのこれから実務出た時にやれる仕事って広いのでこの試験でも聞かれることは非常に広いです8ページの方に行っててくださいい試験科目が書いてあります。 皆さんがこれから勉強するのは、この8ペ,ージに書い8ページの図表に書いてある科目、これを試験で聞かれますから、まあ、それをですね、えー、勉強することになります。まあ、これを今からお話をしていきましょうで。ちょっと軽くまず見ていきますが、午前の部と午後の部に分かれております。これはまた後でスケジュールお話をしますけれども、7月に試験が行われますが、7月の午前の部、これが9時半から11時半。 2時間かけて午前の部が行われる択一問題が35問憲法、民法、刑法、商法、会社法えこれの択一問題、まあ、5個選択肢があるから中から1つ正解を選ぶみたいな問題が出題されますで午後の部が1時間半休憩して1時から4時もう1日で行われますやはり 民事訴訟、民事保全、民事執行法、使用書訟、教託法、不動産登記を、商業登記をという択一問題が35問出題されて、もう記述問題が2台出題されるといった形になります。先ほどお話した通り、試験がこうやって範囲が広い、11科目も聞かれるのは、もうそんだけ皆さんが実務でできることが多いからだというふうに理解をしてください。では、今、 これを1日かけて行うよって話をしましたがその試験のですね、スケジュール感の方を先に9ページのところでお話をしていきます9ページの図表のところですが4月と書いてありますがこれ、皆さんは2024年の4月です。2024年の4月。 今お話した通り、勉強範囲が広いですから、どうしてもこの講座も1年以上かかります。ですから、2024年の4月を目指していくという、まあ、2024年の7月を目指していきますので、2024年の7月の試験を目指していきますので、9ページは2024年のカレンダーというふうに思ってください。まず、例年、4月1日に受験要項が発表されます。だから、ここで試験日が正式に発表されるんです。ただ、毎年毎年、 7月の第1日曜日が試験日ですから、もう大体は予想できてます。もう例年ずっとそうです。ここ十何年間ずっと7月の第1日曜日です。ただ正式には4月1日に受験要項が発表されますから、まあ、その日に初めて試験日が正確明確に分かりますで。受験会場とか、そういうこともここで明らかになります。 でそこで受験要項が発表されて受験の申請書も出てきますからゴールデンウィークが明けたら出願期間です2週間だけありますこの2週間の間に出願をする直前期の勉強の追い込みで忙しい時期なんですが出願を忘れると受けられませんからーゴールデンウィークが終わったあたりできちんと出願をしなければいけないそうするとあとは勉強頑張って7月の第1日曜日試験が待っています先ほどお話したような試験これ5時間かけて行われますで これがもう皆さんが目指す試験ですでちょうどですねこの試験を勉強して、まあ、試験をクリアしてクリアしてというか受験をして夏夏から8月9月っていうふうに、まあ、7月8月9月っていうふうに実は合格発表待ちです合格発表は実は時間かかります期日問題というものがありますから採点にすごい時間かかっちゃうんですねですから 実際に合格発表があるのは9月下旬から10月にかけて9月下旬から10月にかけてですで、それで終わりかっていうとそうではなくて合格発表でお筆記試験受かったぜって人はその後後後日試験があります合格発表から2週間後に後日試験があってこれをクリアして初めて最終合格って形になりますで、先ほど皆さんは 筆記試験を目指して勉強すればいいんだよって話をしました先生口実の対策ってしなくていいんですかうんしなくていいです筆記試験の勉強に集中してくださいなぜかっていうと合格率が5%程度の試験ではありますがこの5%に絞り込むのは全部筆記試験ですだから筆記試験をクリアすればいいんですよえでも口実試験も試験ですよねこれ全員受かります今まで落ちた人は 基本的に受験した人ではいないなははずですです受験した人ではって言いましたがさすがに受験しないと不合格ですですから、例えばちょうどですねあのこの口述試験の日に、まあ、出産が重なってしまったとかで受けられなかった方も実はおりますでそれからもう天候が悪くてこれもまあかわいそうだったんですけれども、えー、っと雪がまあすごい時があってですね もう雨台風かな、すごい時があってもう家から出るなみたいなことが気象庁から言われていた時があって、まあ、それで、まあ、本当にこう家から出られない地域があってですねそれで試験が行われたとであの受験生も電話してこれ家から出られないんですけどともう交通機関も全部動いてなくて出られないんですけどって言ってもやっぱりこれ受験しない扱いになっちゃったと。 いうのがありまましたから、まあ、行かなければ受からないということになりますのでで私がアドバイスをよく言われたら先生、本当に心配なんですけど大丈夫、行きなさいと絶対行きなさいというだけですでただ今、今ちょっとかわいそうなお話し,しましたけれどもこの口実試験に関しては行かなくても行かなかったら不合格ですが来年まで1回だけ持ち越せます。だから来年 筆記試験を免除されて、口実から行けますので、もし口実が今言ったような状況で行けなかったら、来年、ちゃんと申請だけして、口実から受け直しができますから、まあ、そこは安心をしていただければと思います、まともに受験をしに行って落ちた人はまずいませんから、ここは安心をしていただければというふうふに思いますで、毎年いるんですよ、あの私も自分自身がそうだったんですけれども、合格発表まであんまり勉強しなかったんですね。 私も受かったかどうかってよく分からなかったんですけどもうとにかく集中して勉強しましたから、まあ、短い期間でしたけれども集中して勉強しましたからもう7月終わったらもうもう何もかも解放されたいという,ふうな思いになっちゃってもう全然勉強しなかったんですね合格発表やったら受かってたんで安心したんですがじゃあ、後日やろうかなっいうのは全部忘れてるんですよ。であのこれもう日本で一番最初に落ちた人間になるかもしれないなって本気で思いましたね。で 受験会場でもですね聞かれたことよく答えられなかったんですけど、もそれともどうにか受かりました。で毎年そういう心配をよくされるんです。本当に。 本当に落ちるかもしれないですけどでもそれで落ちた人いませんからこれは行けば受かる試験だというふうに思っていただければと思いますで10月下旬から11月これでまあ最終合格発表という形になりますでこの後研修やら実務やらに行ってください場合によっては認定講座を受けてくださいあ,あいった形になりますからこの7月の試験を目指して勉強していきましょうではちょっと前のページに戻ります試験科目7月の筆記試験の試験科目についてもう一度確認をしていきますが 8ページの上の太字のところを見てください。配点については、卓越の、えー、午前の卓越が35問で1問あたり3点。まあ、105点満点ですね。で、それから午後の部、これもですね、1問3点で105点満点です。だから卓越問題に関しては、午前も午後も合計35問ずつ出ますが、全部1問3点です。だから午前の部が、 まあ下の図を見ても書いてありますが3点かける35問で105点で午後の分の択一も3点かける35問で105点という形になります合計、択一が210点ですでその後記期日この期日が1問35点かける2問で70点1問35点かける2問で70点といった形になりますで合計280点の勝負 合計280点の勝負とお言ったところになります。まあ今からその配点についてのお話はしていきますけど、先に全部1問3点ってことを確認しておきましょう。あの試験によっては。 例えば高校入試とかで一番最初にすごい簡単な問題出たりするじゃないですか 3x プラス 2x みたいなあれ、配点1点とかああいうのあって後ろ、すごい難しい問題が配点15点とかあったりしますけども小聴者投の試験は全部1問3点ですから難しい問題でも簡単な問題でも3点ですので一番この不合格と合格を分けてしまうのはもう誰もが取れる簡単な問題を落としてしまうことなんですね。で難しい問題取れたから をラッキーですごい点数もらえるってこともないんですよ。どんな難しい問題でも3点。簡単な問題でも3点。だから、みんなが取れないような問題を落としてしまってもそんなに差がつかないんですが、やっぱりみんながと取れるような問題を自分だけ取らないと、やっぱりそこはすごい、こう、えー、アドバンテージを取られてしまうということになるわけですね。というところで、もう基礎的な問題をしっかり取っていくというのが、とにかくまあ、少々の試験にとって大事なことなんだ、ということになります。 あとはあの難しい問題も3点ですから例えば5個の部なんて後でまた言いますが時間がないんですよ時間がない中での勝負なんでこれすごい難しい問題で解くのに10分かかりますみたいな問題があったとしたらそれは変な話パスするというのが正解な可能性もありますでそこで10分かけるんだったら基礎的な問題5問やとか絶対点数が高くなるので もうどんな難しい問題で俺あれできたよとか言ったって3点なんですねだからそういう総合的な作戦いうことも必要になりますのでそんなこともですね講義の中でしっかりお話をしていきたいというふうに思いますさあ280点のうち何点取ればいいんでしょうかと話を10ページのところで見ていきます10ページの一番下見てください合格ラインについては 7割5分程度。合格ラインについては7割5分程度って書いてあります。なんだよ、レック、いい加減だな、というふうに思うかもしれませんが、これは年によって変動するのでわからないんです。例えば、210点とか215点とか207点とか、そのあたりで変動すると思ってください。200 10から220ぐらいの間ですかね、まあ、その200から220って広めにとりましょうかその間で変動するというふうに思っていただければと思います変動するなんていいか減だなそんな怪しい試験は受けたくないよというふうに思うかもしれませんがなんで変動させているのかというと11ページの合格率を見てください 11ページの合格率、まあ、何年も見る必要はないですが上の方例えば令和3年と令和2年と、えー、見てもらうと合格率が受験者を分母にすると5.145.17でほぼ一緒ですよねで難易度が全然違ったんですよ難易度が違うのに合格率が一緒つまり合格率を一定にするためにボーダーラインを変動させるってるってことですつまり法務省とすれば 何人を受からせたいかってのは大体あるわけです。受験者が1万5千人で、えー、受験者数、あ、出願者が1万5千人で、で出願者数が1万一万一1九百9 2 5人だ。じゃあ大体600人かなと。いった形で考えるわけですよ。そうすると上から600人取ろうって大体決まるわけですよね。そうすると上から600人目ぐらいまでがボーダーラインだってことになります。だからいいですか問題が難しければ、ボーダーライン下がるんですよ。 上から600人取った時の点数が低いから。でも、問題が簡単な年は、みんなが高い点数を取りますから、上から600番の人もすごい高い点数なんです。だからボーダーラインが変動するんです。だから皆さんに分かってほしいのは、ボーダーラインが変動するというのは、不安定な要素ではなくて、毎年受かりやすさは変わらないって意味です。問題が難しいから、その年は受かりにくいか、そんなことありません。問題が難しければ、ボーダーライン下がります。ちゃんと600人取るんですよ。 だからボーダーラインが変動するというのはその問題の難易度によっても影響するんだああいった形になりますだから逆に言うと受かりやすさは毎年一緒ですから安心をして受けてください行政書士の試験なんかだとあのボーダーラインを固定してますから昔、合格率が20%の年があったんですけどその翌年が2%ということで同じ試験とは思えない問題を作る人がうまくなかったんでしょうね もうさじ加減難難ししくくて問題を難しく作っっちゃったでも、ボーダーライン6割で決めているのでもうみんな点数取れないからみんな不合格ですよで検定試験なんかだとそういう試験ってありますよね英検とか漢検とか9割取れなければ不合格ですよでもそれって毎年多分同じ難易度の問題が作れるからいいんですけれども小致の試験のように問題の難易度が変わる場合にはやっぱりこのボーダーライン変動性ですよねこれの方が安心だということになるかなと思います。 で今、あの問題の難易度が安定しないと言いましたが本当に安定しないんです難しい年の次は簡単で簡単な翌年は難しかったりするんですよこれ、法務省の中で多分、難しかった年はあんまり難しすぎるとやっぱり試験としてはちょっとどうかなっていうところってあるんですね例えば、難しい問題出しすぎちゃうとあの実力が測れないんです例えばある問題が誰も解けない問題としましょう そうすると、誰も解けない問題なのに、マークシートだから、1番から5番までみんな何かつけますよね。これ、運じゃないですか。運で3点変わってくるんですよ。で、それが2問あったら、運で6点変わってくるんですよ。で、それって、正確に難易度測れないですよね。だから、ちょうどいいレベルの問題がやっぱり必要なんですよ。だから、法務省の方もそれは調整していて、難しかったから難易度下げようと思うと、下げすぎちゃうんです。で、今度は、いやちょっと簡単すぎて、点数が、 みんな取れちゃったよね。これはこれでよろしくないんですよ。ケアレスミスで不合格とかあり得るから。ですから、まあ、ケアレスミスやっちゃいけないんだけれども、まあ、そういうちょっとしたミスで不合格になってしまうので、実力はやっぱり測れないんですね。だから、じゃあちょうどいい点数やろうっていうのは今度難易度上げてきて、いつもなんかこんなになってるわけですが、だからあんまりちょうどいい難易度のところはないんだけれども、まあ、ただそれでもあんまり難しすぎず、簡単すぎずのところでやっぱりこう。 上下はしている形にはなりますただ上下はしているので、えー、ボーダーラインを変動させているということになるわけですでもう一つおまけの話をすると11ページの合格率一定ですよと言いますがこのように10年以上集めてみると少しずつ上がっているの分かります下の方はもう出願者を分母にすると2%台です ボーダーラインを変動させることによって難易度を変えません合格率を変えませんと言いましたけれども実は合格率はちょっとずつ上がっている受かりやすくなっている受かりやすくなっていると言えます、まあ、ちょっとですけどねただ100人のうち3%なのと5%なのというのは全然受かりやすく違います でこれが60%と61%だったらそんな変わらないですよでも3%と5%はだいぶ違いますよだから受かりやすくなっていると言えますただ、やっぱり難しいのは確かですただ、何が昔と違うかというとやっぱり運の要素が減っているというところがありますよね昔は実力をつけた後にそこからさらに絞り込めた感じがするんですただ今は5%取りますからちゃんと実力がある人が受かっていくという感じです だから昔から求められる実力はそんなに変わりがありませんただ、その力をつけた人は受かるこんな試験になってますね。運の要素はだいぶ減ってますもちろん試験ですから正直言うと運が関係ないとは言いません指運みたいなものは正直ありますあそこ一やっちゃったみたいなことはありますよでもその運の要素は本当に減っていてもう力をつければ受かる試験というふうなレベルにはなっているんだということになりますよろしいでしょうかねでは 10ページの方の話をしていきます例えば210点で今年は受かるとしましょう210点がボーダーラインとしましょうそうすると8ページの図を見ていただいてどういう作戦を取りましょうか210点僕卓一万点取ります休日は捨てます って言って受かるかって言ったら実は受かりません。それは、あの、感情論とかではなく、あの、システム的に受からないんです。どうしてかっていうと、10ページを見てください。図表がありまして、総合点だけの勝負ではないんです。この試験、総合点だけの勝負ではなくて、まず、卓一式午前の部、卓一式午後の部の基準点をクリアしなければいけない。これが第一関門なんです。 ですから、例えばですけど、毎年変動しますが、例えば午前の部は、えー、27問、基準点ですっていうふうに、例えば、決まります。で、午後の部は、あ、24問ですっていうふうに、基準点が決まります。そうすると、この基準点をクリアしてない方は、第一関門で不合格なんです。で、基準点をクリアした人だけが、この記述式の採点をしてもらえるんです。 で、先ほど、この使用書置の試験は、合格発表まで時間がかかるよって言いましたが、時間がかかる理由は記述式なんだけれども、この記述式って実は2000枚ぐらいしか採点しないんです。で、どうしてかというと、これを1万5000枚、まあ1万1000枚、全部採点すると、本当にいつ発表になるかわかりません。ですから、まず、択一は機械で採点できますから、 卓一の段階で2000枚ぐらいに2000人ぐらいに合格者を絞り込んでしまうわけです。その2000人ぐらいしか既一の採点をしてもらえませんので、この既一は人が実際に採点しますから、答案見て。ということで、まず卓一の段階で絞っちゃいます。これ例えばですけど、 ある年は27問、24問というふうふに絞り込みましたそうすると午前の部が35問のうち27問午後の部が35問のうち24問取れていなければそれだけで不合格ということに確定してしまうわけですでもしこの基準点をクリアしていると記述式の採点をしてもらえるでそうすると今度は記述式の基準点というのもあって例えば 70, 問のうち70点のうち35点とかいうふうふにこれも発表されます,すと35点取れていると記述の基準点もクリアだ そうすると、これで最終的なステージまでいけるんです。で、最終的なステージまで行ったら、上から600人取って合格って形になります。だから最終的に210点取れてればいいという世界だとしても、その210点というのが、この基準点を3つクリアした人たちの中での上から600人という形になるわけですね。だから例えば、 択一だけでしっかり点数が取れていたり期日だけでしっかり点数が取れていたとしても午前の部が基準点クリアしていないから不合格ですとか午後の部が基準点クリアしていないから不合格ですとかあ,あいうことはあり得るのでさっき言ったように択一だけで点数取ればいいというのではなくちゃんと午前の部、午後の部の択一それから期日式満遍なく基準点をクリアした上での総合点勝負なんだということをですね念頭に置いていただければというふうふに思います。 特にこの皆さんがこれから勉強するようなレックの基礎講座もそうだし他校の基礎講座もそうですがパンフレットを見ると規律が大事ですとか書いてありますがまずは、卓越が大事ですだって280点のうち210点は卓越を占めているわけでこの卓越の基準点をクリアしなければ規律の採点がしてもらえないわけで,で実はその1万2000人ぐらいの中の1万1000人 この表だと1万1万一千人ですが今年ちょっと増えまして1万2千人っ人といいますが1万2千人の中の2千人に入らなければいけないわけですからまず、択一をクリアするだけで実は上位20%ぐらいに入っているんですだから、まずはそこを目指さないといけないだから択一のところでしっかりまずは基準点をクリアしていくということが必要になりますだから、起立って実はそんなに激戦じゃないんですよ択一で8割落ちちゃいますから。 で残りの2割の中の5%に入ればいいのでまずは択一のところをしっかりやっていくし択一でまあ上乗せ点みたいなものも取っていく必要があるわけです、まあ、そんな形になりますね、まあ、どのよう校かも期日はしっかりやるんです でもちろん、ですね期日も期日で大事ですから、基準点がありますから、ただパンフレットなんかだとえ、期日対策やってますって言うと、かっこいいから言ってるだけであって、まあ、それはもちろんやるんですけど、択一をしっかりまずはやっていくということが必要となるわけです。でこの択一の基準点っていうのは、実は9ページのスケジュールでいうと、これ、載ってないんですけど、8月の中旬に発表されます。 卓一の基準点だけは8月の中旬に発表されますだから9月の下旬にえ合格発表があって筆記試験の合格発表があってそこで筆記試験の合格者の受験番号などが載りますが卓一の基準点だけは8月の中旬に先行して発表されますで卓一はマークシートですから自己採点が簡単にできますだからそこで 基準点にクリアしてないなって分かった方は実は合格発表を待たずに不合格が分かってしまうということになりますねだからこの合格発表でこう一喜一憂できるのはこの基準点をちゃんとクリアした人だけなんですだからまずはそこをクリアしていくのが目標ですよといったことになりますもちろん目標は合格ですけどねで合格するための第一関門として基準点をしっかりクリアしていくということですね でではよろしいでしいょうかでこれが使用書士の試験のお話ってことになりましたでこのような試験に向けて皆さんこれから勉強していく形になりますさあこちらの講義ノートというのがあると思いますからこちらをお出しになっていただければと思いますで実際の、えー、講義が始まったらブレイクスルーテキストを中心に、まあ、講義ノートは補助的に使っていく形になりますが でこれから、ですねこの全体構造のところでは、まあ、法律というものに慣れていくという意味でちょっと講義ノートの方を中心にこれからお話をしていきたいと思いますので講義ノートの方ですね出していただいて講義の方を聞いていただければ講義ノートの1ページのところをまず見ていただくとホームルームのお知らせというのがあると思います。でこれをまた えー、今後、ですねスケジュール書いてあると思いますがこのスケジュールに従ってホームルームというのをやっていきます。で、このホームルームって何かというとこの使用書士の勉強って非常にこう長い時期の勉強になりますからモチベーションの上下だったり悩みだとかあとは、ちょいろいろあって勉強できませんとかちょっと会社の仕事との両立はどうするんですかとかいろんな心配が。 出てきますですから、その場その場でやっぱり解決をしていくあるいは悩みを共有していくってことが必要になりますからこのクラスではホームルームというのを定期的に開催をして皆さんが勉強をです、ね、これから継続しやすいようにしていきたいという,ふうに思っておりますでまおととしぐらいからやっていて合格者の方もホームルームがあったから勉強できたなんて方もいますのでもうぜひ参加していただければと思うんですが、まあ、YouTube の方でライブでやっていきます。 でその下にあのバーコードがありますがそのバーコードとかその上の、えー、リンクみたいなところで、えー、その見ることができますのでぜひこちら参加していただければと思いますが YouTube のライブ配信を限定配信でやっていきますですから一般的に公開しているわけではなく、えー、この、えー、皆さんのクラスこの 抗議のと思っている人だけが参加することができますからそこで参加していただいてチャットの方で今こんな環境ですとかいう,ふうに相談してもらって1時間、まあ、それに質疑を落とするような形になっていくかという,ふうに思いますがもう雑談をしたりあとは愚痴を言ったりだとか。 でこのクラスではです、ね、結構、主婦の方とか子育て中の方が多くて、まあ、そういう方がです、ね、なんか子供がなかなか寝てくれませんとか言うと、まあ、私が答えなくてもうちもです、こうやってますみたいなもうチャットなんかでも、えーまあ、皆さんやってくれておりますが、まあ、そんな形で、えー、ホームルームやっていきますからぜひ参加をしていただければと思います時間とかです、ね、そういうものはまたお話をしていきたいと思いますが、まあ、そういうことです。ということで,でこのバーコードをまた使っていただければと思います。 では2ページのところから、えー、勉強を始めていきましょう法律学習の基礎ってことでこれから皆さんが勉強していく法律というものは一体何なのかということをお話をしていきます。 でこれがですね、えー、皆さんが勉強していくものが英語とかだったら英語って分かってるよとて話になると思いますが法律っていうものをこれから初めて勉強していく方にとってはじゃあ法律ってそもそも何なのって話からしていこうということなんですねいきなり民法っつったって民法は法律それから不動産の時も法律ですがじゃあそもそも法律って何なのってところを分かっておかないとつまりこれから勉強するものの正体が分かっておかないとどうやって勉強していいのか。 勉強するものは一体何なのかということがわからないですよね。ですからそれをちょっとお話をして、具体的な法律の中身の方に、えー、進んでいこうといった形になります。では2ページのところ。法律学習の基礎。1、法律とは何か。括弧一1番。法律と法則。例題の1、法則と法律の違いを答えよう。うん、法律を何なのかということを考えるために、法律と法則の違いから考えていきましょう。 あるものが何だろうというふうに考えても分かりませんから違いを見比べることによって特徴があぶり出されることがありますですから法律というものを理解するために法則というものと比べていきましょう法律と法則は何が違うんだろうか違いは何だろうかというふうに抽象的に考えていてもなかなか分かるものではありませんからそういう時には具体化して考えてしまうといいということですね この抽象と具体を往復運動していくというのが勉強のコツで例えば、これから勉強していく法律の常務って非常に抽象的ですがそれが分からなければ具体化して A さんとか B さんとか考えてあだからこれ C を保護する条文があるんだなという,ふうに考えていく。 抽象的なものは具体化して考えていく。逆に具体的なものって覚えらんないですから、それは抽象化して覚えていくということが必要で、この具体と抽象の往復運動、これができるようになると勉強は非常にはかどります。で、講義の中ではそういうのを、まあ、 私が、ですね講義の中で抽象的なものは具体化したり具体的なものは抽象化したりしていきますからその難しいことを考えなくても講義を聞いていただければいいんですが、まあ、とにかく法律と法則の違いというふうふに考えていても埒が開かないのでちょっと具体化して考えてみると例えば、法律ってどんなのがあります刑法人のものもは盗むなとか 人を殺すなとか人を殺してしまったら刑罰に貸しますよとか人のものを盗んだら刑罰になりますよとかいうのもあるしあとは民法で借りたお金は返しましょうとかいうのもありますよねこれがまあ法律です法則は例えば万有引力の法則なんてあってすべ、えー、てのものは引っ張り合うんだみたいな法則がありますあとはなんかそうですね 月が傘をかぶっていたら翌日は雨だみたいなそういうどんだけ信憑性があるかわかりませんがそんな法則もあるかもしれませんであの地方が寒かったら次こっちの地方が寒いとかあそういうのも天気の法則としてあるかもしれませんじゃあ法則と法律の違いって何なのかというとその下見てください法則とは自然界などに初めから存在する常に成立する関係であり発見する対象だとつまり万有引力の法則っていうのは リンゴが木から落ちる。で、物は上から下に落ちるという、まあ物と物が引き合うんだっていう自然界に初めから存在する関係なんですね。人間が作ったものじゃないんですよ。自然界に初めから存在するんです。だ誰が作ったかって言ったら、まあ神様かもしれませんが、とにかく初めから存在するものが法則なんですね。天気だとか、そういう科学的な法則だとか。 何とかとなんとかを混ぜると何になるとかこういうのは自然界に初めから存在するんですじゃあ人間はどういうふうにそれと接触してるかというと発見してるんですよだからさっきの万有引力の法則だってリンゴが木から落ちるのを見てニュートンが発見したわけですよねだニュートンもリンゴと地球あリンゴとが落ちるっていうその具体的なことをあ物と物が引き合うんだというふうに抽象化して考えたから天才なわけですがとにかくニュートンが発見したわけですでその下見てください これに対して法律はより良い社会を実現するために制定していくもんなんだ。これは人間が作ったものなんです。自然界に初めから存在するものではなく人間が作ったもの。より良い社会を実現するために人間が作ったものが法律なんです。だからこれから皆さんが勉強していくのは自然の科学とかではなく人間が作った人為的なそういうルールを 勉強していくといった形になりますね。だから、まあ、社会学というか、そういう形になるわけです。で、もう一度、その上の方を見てもらうと、だから、法則というのは、すべてのものは引き合うんだっていう、何々であるの世界なんですが、法律は、そういう事実じゃないんですよ。何々すべきっていう命令形なんです。人のものは盗むな。人を殺すな。 借りたお金は返せ、印鑑証明書は付けろとか言った形の命令系なものが法律なんですね。だからそういう事実が存在するというよりはこういうことをしなさいとかこういうことをすべきじゃないですよっていうより良い社会を実現するために人間が作っていった守るべきルールなんです。だから人間に命令してるんですよ。何々すべきだって。あるいはすべきじゃないって。 とまあこの人間が作った人間が制定したルールを皆さんは勉強していくんだってことになりますより良い社会を実現するためにって書いてありますがさあその下の行を見てくださいより良い社会がどのような社会であるかについては一定の価値観が存在します そうですね、例えば人を殺すなんていうのは確かにより良い社会を実現するために必要ですがその目指すべきより良い社会が何かによって作るべきルールって変わってくるんですよ保守的な社会なのか儒教の教えなのか仏教の教えなのかそれはもう時代によっても国によっても違ってきますだから皆さんは 今の日本の社会の法律を勉強するので、その法律がどんな社会を目指そうとして作られたものなのかというのを考えると、その一つ一つの条文の意味ってものが分かってきて、無味感想ではない勉強をすることができます。まあ、法律っていうのは何か目標があって作ってますから、自然界に存在する、まあそういう法則とは違って、何か目標があって作ってるんですよ。これがあると、こういうより良い社会が実現できるなって。 だからそれをちゃんと念頭において勉強することによって法律の意味が分かってきて覚えやすくなりますね。やっぱり意味がないものよりは意味があった方が覚えやすいので、あ、だからこれ要求してるんだとか、だからこんなルール作ったんだというふうに考えていただくといいかなと思います。例えば大きな話で言うと、会社法って法律が平成18年にできましたけれども、このは会社法っていうのは、まあ、いわゆる、まあ、当時の小泉政権のとこで規制緩和とか言ってる時に作られた法律なんですが、本当に規制緩和を目指して、 作られているんですね例えば、機関設計なんかもあれもいいよ、これもいいよとかあるいはもう大きな会社がどんどん自由にこういうことをやっていいよみたいなそういう形で作られているので、まあ、発想とすれば結構何でも自由だみたいなところで法律が作られたんですよただ、いろんな会社の不祥事がどんどん明らかになってやっぱり自由すぎると良くないよねってことで平成26年の改正でちょっとブレーキを強めました。ちょっと社外の取締役を 強化しようとかあいっっったた形でやっていったんでやてんすねだからそういう形で実はこういう社会がいい社会だよってことを考えると法律の意味が分かってくるかなと思います例えばあの日本では最近ないんですが政権交代なんかがあれば当然 A 政党の考え方と B 政党の考え方は違って A 政党から B 政党に政権が移れば B 政党が より良い社会と考える社会を実現するための法律を国会で作りますよねそうすると法律がだいぶ変わって世の中変わるんですよだからそういう法律を勉強していくといった形になりますだからその目指すべき社会がどんな社会どういう社会を目指して作られた法律なのかということを念頭に置きながら勉強していくといいかなと思いますで今言ったように政権交代がなくても世の中の考え方ってやっぱり変わっていきますですから世の中の考え方が変われば法律も変わります ですから、法律って普遍的なものじゃないんですよ、もう皆さんが勉強する法律っていうのは、もう1年、2年経つとどんどん改正されます、で特にここ数年、本当に改正が頻繁です、世の中が本当に劇的に変わっている証拠ですよね、だから、まあ、勉強するときにはそのように法律は状況によって変わるんだ、普遍的なものじゃないんだってことは念頭に置かなければいけないし、えー、法律の勉強というのは、これからずっと続くんです、改正があるたびに新しい改正法はちゃんと勉強しなければいけない。 とということになりますで逆に言うと、まあ、それはありがたい世界でもありますよねでこの改正法をちゃんと勉強できた方がやっぱり実務で活躍できますからやっぱり実務出た後もやっとも勉強は必要だということになりますではその次いきましょう、えー、このようにからチェックしてくださいより良い社会を実現するために作られた規範のことを社会規範と呼ぶと法律は社会規範であると言えるんだあ,あいうことですね 法律はより良い社会を実現するための守るべきルールなんだと、えー、いうことになりますでは2番に行ってください法律と道徳例題の2より良い社会を実現するために作られた社会規範としては法律のほかに道徳があるが法律と道徳の違いを答えよさあこれも具体化して考えていきましょう道徳って例えば何があります お年寄りには席を譲れとか困ってる人を助けましょうとかが道徳ですよね。で、じゃあ道徳と法律は両方とも人が守るべきルールだ社会規範だってことは共通しているわけです。で、より良い社会を実現するためのものである点も共通してますよね。じゃあ何が違うんでしょうこれはそのルールを守らなかった時のことを考えるとわかります。法律を守らなければ 刑罰が課せられたり、強制執行されたりします。人を殺してしまったり、盗んでしまったら刑罰が待ってます。借りたお金は返せという民法のルールを守らなければ、債権者はお金返せよという強制執行をすることができます。財産を差し押さえることができます。まあ、このように法律は守らなければ、国家、権力によって強制されます。それに対して道徳は、人に優しくしましょう。 優しくしなくたって何もお咎めはありません。お年寄りに席を譲りましょう。譲らなくたって白い目で見られるぐらいです。だから強制力がないんですね。ということでその下見てください。例題の2の下。えー、法律の道徳はより良い社会を実現するために作られた社会規範であることは共通するが、国家権力による強制力の有無が違うんだってことになります。つまりの後チェックしてください。道徳には 国家権力による強制力はないが、法律には国家権力による強制力があるということなんです。その下に書いてありますね。例えば、人のものを盗めば、刑法で懲役、罰金という刑罰を科せられると。括弧三3番、法律の正体です。2行チェックしてください。以上のことから、法律は国家権力による強制力を持った社会規範であることになる。 国家権力による強制力を持ったルールなんだということなんです道徳もより良い社会を実現するためのルールですが社会規範ではありますが国家権力の強制力がないどっちかっていったら教育で守ってくれればいいなっていうレベルのルールなのに対して法律は絶対守らなければあかんでと守んなかったら強制するぜっていうルールが法律なんだといった形になります 国家権力による強制力を持った社会規範、ああ言ったことになるわけです。三ページの頭にいってください。国家によって、守るべき社会規範が法律という形で強制されることで。秩序が維持され、より良い社会が実現できるんだ。あの道徳だったら、守らない人多いじゃないですか。 で法律だったら守んなければ罰則があると思ったら守りますよねだから無理やりでも守らせることによってより良い社会を実現していこうというものが法律なんですだから法律をよく最低限の道徳という人もいて道徳って結構広いんですよでも法律っていうのはもう絞り込んだようでこれは絶対守れよなっていうルールが法律だというふうに思っておくといいです簡単に言えば 国家がその権力によって無理にでも国民に守らせることで秩序を維持していこうということになるわけです権力があるから守るんですよ強制力があるから守るんですよあのー 例えば横断歩道の前で車は止まりなさいというのは道路交通法という法律ですよね、まあ、そ,それでも止まってくれない人多いですけれども,もう道徳だったら絶対守らないじゃないですか早く行きたいとか言ってでも法律にすることで,で警察が捕まえることでこれみんな守るんですよだからこのように、まあ、法律があるからこそより良い社会が実現できるんだということでもう最低限これだけは強制しようというのが法律だというふうふに思っていただければ結構です。 じゃあ皆さんちょっと顔を上げてもらって前のページに法律って何だって書いてあったか覚え思い出せます前のページの一番下に法律とは国家権力による強制力を伴った社会規範だって書いてありましたよねこんな感じでもう講義の中で覚えられることは覚えちゃってくださいでなんとなくこう 聞いてて、あとで復習すればいいやってよりは、この3時間だって社会人の方にとっては大事な時間ですから、まあ、講義というのは私がこう喋ってますが、その次に行く前に自分の中で確認するとか、そういうことができるんですよ。だからそういうのをとにかくフル回転して、3時間フルに、もうこの場で覚えてしまおう、まあ、それ無理だとしても、まあ、覚えるのは無理だとしても、覚えてしまおうって気持ちを持つことができるじゃないですか。そしたら、後が楽なんですよ。ですから 同じ時間で勉強するならばやっぱり効率よく勉強していただきたいのでもうその場で覚えてしまうちょっと次の話題に行く前に頭の中で確認するとかそういうことをしてもう講義の中で覚えられるものは覚えてしまうってつもりで聞いていただくといいかなというふうに思いますもう受かってほしいんですでは3ページのところを見てください4番法律による解決 えでは、えー、せっかくですね、法律というものが少し分かってきたので、実際に簡単な事例を使って法律をつくっ使っていきましょう。例題の3です。A は、競馬で負けてむしゃくしゃしていた。あそこでたまたま歩いていた B を殴った。B は全治3ヶ月の怪我をし、入院した。法律関係を答えよう。なるほど。A が B を殴って B が怪我したってことですね。まあ、競馬で負けて、 無邪ゃくし,ゃしていたからといって、人を殴っていいわけではありません。で、殴れば当然これは法律に何か書いてあるはずです。でそこでその下を見てください。刑法204条というのは登場します。えー、人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するってことで、これ刑法という,う法律になりますね。人の体を傷害したら、怪我をさせたら、15年以下の懲役ですよ。50万円以下の罰金ですよってことで、刑罰が待ってるわけです。 つまりこの刑法204条は人を怪我させちゃいけないよっていう法律なんですねそれでより良い社会を実現しよう、えー、勝手に殴られない勝手に怪我させられないっていう社会を作ろうというためにこの刑法があるわけですがあただそれでも殴ってしまった怪我をさせてしまったら罰則が余っているわけですよ15年以下の懲役50万以下の罰金ということで傷害罪が成立をしますでこれで終わりじゃないんです これ刑法という法律ではありますが、この刑法を適用して、じゃあ A さんは傷害罪ですね、15年の懲役になりますよとか言ったところで、それで殴られた B さんが救済されるわけではないですね。もちろん、まあ心のどっかでは、あ、捕まってよかったとか、制裁されてよかったって気持ちはあるかもしれませんが、実際に B さんは入院してるわけですよ。 入院費がかかってるし、その間のアルバイトだって休まなければいけなかったかもしれないし、後遺症があるかもしれない。そこでそういうのを救済してもらわなければいけないので、次に民法709条というのがあって、行為または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うってことで、B さんに対して損害賠償しなさい。B さんに対して損害賠償しなさいってルールがありますから、 A さんは B さんにその入院代とか慰謝料とかを払わなければいけないんだということになりますこれも適用されますあの例えば幼稚園で A 君が B 君殴っちゃったって時に、まあ、先生はまず A 君に指導しますよね殴っちゃダメだよ ま、これがその刑法の役割だと思ってください。先生と生徒の関係。その、教育的指導の関係です。ただ、A 君と B 君っていう生徒同士であれば、謝るとかしなきゃいけないですよね。これが民事ですよ。だから、刑事と民事って考え方が違うんです。この刑事は、国家と国民との関係なんですね。だから、国家が国民に刑罰を科すえ。それで、悪いことしないように、まあ、刑罰を科して、 え、刑務所から出てきてもらったら今度は更生するんだよっていうのが刑法なのに対して、その A さんと B さんとの間の救済にはなってないんですよ、これは。だから A さんと B さんとの間では民法が適用される。で、この司法といいますが、死人と死人の間には民法が適用されて、じゃあ怪我させたんだから損害賠償しろよって話になる。これがまあ民法の世界だ。だから上が刑事ってやつで、下が民事ってやつで、よく裁判で刑事裁判、民事裁判と言いますが、 よくニュースの中で刑事裁判は行われましたけど次に民事裁判が行われますみたいなニュースを見たときに何で同じ事件なのに2回裁判やってるんだろうなんていうふうふに思った方もいると思いますけれどもこの刑事と民事はその使われる局面が違うんですね国家と国民との間で刑罰を犯す A 君、人を殴っちゃダメじゃないかっていうのが刑事の役割で A 君と B 君との間の,その調整をしていくのが民法なんだといった形になります。だからもしこの A さんが お金を払わなければ民事裁判も行われるわけですよおこっちは怪我させられたんだから損害賠償しろよなんて形で損害賠償請求なんていう裁判をしていくと裁判所があそれをです、ね、どんだけ損害があったかとかああいうことを考えてお金を払いなさいとうう言ってくれるわけですね、まあ、こんな形になります。ということで刑法と民法についてちょっと登場させてもらいました。 まあ実際にはこういうふうな条文がこれからたくさん出てきますからこれを一つ一つ学んでいくといった形になるわけですではお時間ですので10分休憩した後に後半の講義の方に入っていきます講義は3時間ありますけれども間に10分の休憩を挟みますでちょっとその講義の進行によってその前半が伸びたり 後半が伸びたりすることがありますが、もういつ休憩に入ってもそこから10分取りますから、ぜひ10分の間にリフレッシュしたり、えー、して休んでいただければと思います。それでは休憩しましょう。休憩です。えー、それでは後半の講義、始めていきたいと思います、まあ。なかなか最初は大変だと思いますけど、3時間の講義に少しずつ慣れていっていただければというふうふに思います。でまあ、これからです、ね、本格的に勉強が始まっていきますが、まあ、この、えー、全体構想の3回のところは、まあ、あんまりこう、 えー、復習をしようとか、まあ、講義でいろいろ覚えようとかいうことではなく、まあ、法律になれる、講義になれる、えー、これから勉強するその環境を作っていくと、えー、いうことに焦点を当てていただければいいので、まあ、そんなにこう。 えーこうですね、復習を頑張らなきゃとかいうふうふに今は思う必要はなくて少しずつ慣れていただければと思いますが、まあ、ただ、この間に何をしていけばいいのかということをちょっとお話をしていきますがまず、環境作りですねこれを今の間にやっていただきたいというふうふに思います。これから勉強を1年以上勉強していくことになりますが社会人の方それからまあ育児をしたり介護をしたり忙しい中で勉強している方にとってはその勉強時間をどう作り出すかということが結構重要なんですよね。 で、まあ今日一日の話じゃないです。これから一年続く勉強の話なんです。その時にどういうところでどういう勉強ができるかと、どういうふうにやれば勉強がしやすくなるかってことを今のうちにちょっとですね、環境づくりってことをしていただきたいんです。例えば、 どうしても家でテレビを見てしまうっていう方はじゃあテレビをしまうとかいうことも一つあります昔はよくテレビをもう捨てちゃったなんて方がいますが、まあ、なかなかそうもいかないと思いますがあとは最近だとスマホやってる時間が長すぎるとかいうことあるかもしれませんよねですからそういうことでどうやったら勉強時間が作れるのかということをちょっとですね今のうちに考えてもらいたいんですで例えば あの家帰るとどうしてもやる気が出ないんですなって社会人の方に昔、喫茶店によって2時間やってから帰りましょうみたいなアドバイスをしてずっとそうやって勉強してた方もいますしそれはもう人によります、例えばどうしても朝の満員電車で勉強できませんという方は早起きして、空いている電車の中で勉強するだとかいうことをもう自分の生活環境の中のどこで勉強を取り入れることができるかなやっぱり毎日コンスタントに勉強していかなければ知識って身につかないのでそれをです、ね、今のうちにちょっと考えてもらいたいなというふうふに思うんですね。 でもし家に机がないとかあるいは勉強の環境がないという方は今のうちにちょっと整えてもらってこれから長い長い勉強生活にきちんと環境を今のうちに作っていくということこれ今のうちにやってもらいたいんですね憲法とか民法とか入ってしまうと本当に復習が待ってますで問題練習が待ってますだからそうなる前にちょっと今のうちに勉強の環境と勉強法ですねこれを整えてもらうといった時間に当ててもらいたいという,ふうに思いますで いうことですね、だからこれは一人一人自分の環境を考えていただければいいなと思います、でその時に机の前だけが勉強時間じゃないということは、もう早期しておいてくださいね、例えば電車の中の時間とかえ、そういう時間、こういうところをきちんと勉強できるかどうか、要は忙しい方にとっては隙間時間、例えばえ仕事行っている方はお昼休みなんかもそうです、1年で受かる方っていうのはそういう時間を無駄にしないで、もう隙間時間こそ勉強するといった形で勉強しているんですね。 で私のクラスではそういうところでも勉強しやすいように、まあ、携帯小書士などの復習教材も用意しているのでこれまた次回何を用意すればいいかとか六法とかそんな話は次回していこうと思いますがとにかくそういうところでですね隙間時間なんかも大事に勉強していくんだよということを考えておいていただければというふうに思います。ちちょょっっっととですねこののの講義ノーーートの後ろの方にに勉強法について書いててて書ああるコナがだけ 49ページですね、でそこに、まあ、参考となる書籍というのが書いてあります、まあ、講義が本格的になる前に、まあ、ちょっと読んでおいてほしい本などが書いてありますが、まあ、こちらにこれ私とですね合格者の方が書いた勉強法の本ですけれども。 司法、えー、書士試験、すぐに結果が出る勉強メソッドといった形の本がありますでこんな本なんかもですね、まあ、ちょっと読んでいただければ勉強法について分かるし司法書士試験のことも分かると思いますから、まあ、ぜひ今のうちにまあ読んでおいていただきたいというふうふに思いますでこの本の中でも例えばお風呂の中で勉強しましたとかもうトイレの時間も無駄にせずやりましたみたいなことが書いてありますから、まあ、参考になるかなと思いますお昼休みなんかもどうやって勉強すればいいのか、まあ、例えば お昼休みなんかおにぎりを食べて勉強すると例えばどっかに食べ行って戻ってくるとそれだけで1時間経っちゃいますからもうおにぎりを食べながらもうその例えばですね周りの人に勉強がばれていいかどうかという環境もあると思いますけれども、まあそういう中でいかにこう勉強していくのかなんてことも今のうちに考えてもらいたいのでこんな本にしっかり書いておきましたから、まあ、ぜひ参考に今のうちに読んでおいていただければというふうふに思います。 まあ,あとはですね、49ページの下の方は気分転換って形で、あの、塩書士を主人公にした漫画なんかもありますから、まあそんなものも読んでいくとモチベーションアップにいいかなっていう、あくまでも気分転換の本ではありますが、 司法書士が主役って言ってもなんかテレビなんかで司法書士が出てきてなんか法律のことやるのかなと思ったらなんか刑事になって捜査するとかよくわかんないのもありますけれども司法書士の業務がそのまま小説となったり漫画となったりしたものもありますからちょっと参考までに掲げておきましたではちょっと本題の方に戻っていこうと思いますテキスト3ページの方に戻ってください で必要となる、まあ、本だったりそういうものはまた次回お話をしていきますであとはペンがいるよとかあの鉛筆とかそういうのは次回やりますのでちょっと今回はこの本だけ紹介をしてちょっと先に進めていきたいというふうふに思いますでは、えー、講義ノート3ページに戻っていただいて数字の2番今度は憲法とは何かああいったコーナーに入っていきたいと思います、えー 国家権力というふうに書いてあります。さあ、憲法とは何かって言ったタイトルではあるんですが、いきなり国家権力とは何かというふうに書いてありますが、これまで見てきたように、法律は国家権力による強制力を持った社会規範であった。このことは、当然国家には権力があることを前提にしていると。国家には権力は存在するんだ。 で、これ自体は悪いことではありません。よく、権力って言葉は、権力志向だとかで、悪い言葉として使われそうですが、権力ってすっごい大事なんですね。だってさっきからお話しててる通り、国家権力があるから皆さんはルールを守ってくれるんですよ。国家権力があるから、ちゃんとスピード違反を取り締まれるんですよ。国家権力があるから、殺人犯を捕まえることができるんですよ。え国家権力が、法律を強制しているからこそ、より良い社会が作れるんだ、ということになります。 だから権力はすごくいいもので例えば、権力が倒されちゃった国なんて権力がない国、まあ、例えば、まあ権力、独裁者が倒されちゃってそれは一時的には不安定になります独裁から民主的な国家になるならいいですけれども独裁者が倒されて誰も権力を持ってないと犯罪やったって捕まりませんからもう犯罪し放題なんですよねだからこれはやっぱりより良い社会を作るためには権力が必要だってことになりますで3ページの下 参考までに国家とは何かということを言っておけば国家とは一定の限定された地域領土に定住する人国民が存在しその国民が服従を強制される実力権力によって統治される社会のことだというふうに書いてありますで次のページ4ページ行ってもらうと今出てきた領土国民権力これが国家の3要素だということになりますでこの中でも国民を服従させる権力を持つことが国家の本質なんだ でその下に図がありますが国家権力が法律を作ってそれを国民に強制するからこそより良い社会が実現できるんだということになるわけです権力万歳ということですよただ、本当に権力ってそんないいものですかっていうとはてなマークがつきますこれは政治とか見てると分かるかもしれませんが 国家は、より良い社会を実現するために法律を作り、権力でそれを守らせるのであれば、守らせるのであるが、乱用される危険もないわけではない。つまり、常に国民のためを考えて、法律を作ってくれるとは限られず、暴走を始める危険があるんだ。権力は腐敗しやすいんだ。ということになります。まあ、あ権力が、もうじ、 自分のために権力を行使してしまうってことが起こり得るんですね。それは歴史を見てもそうじゃないですか。最初はもう国民のためをもってもういろんな政治をやっていたのがだんだん私利私欲のためにやってくるとかいうこともあるわけですよね。あるいはその独裁者がお国のために法律を作るということもあるわけです。で、その下見てもらうと、それはどっかの国の話ではなく日本だって昔はそうだったわけです。その下見てもらうと、例えば治安維持法や国家総動員法は 権力腐敗の歴史だと例えば国家総動員法なんて戦争のためにもう国民がですね軍事工場で働かされたり、えー、軍隊に行ったりすると国家総動員でこれは本当に国民のためかと言われたらお国のためですよねだから権力者は自分のためあるいはお国のために国民を犠牲にするような法律を作ってしまいかねないわけです治安維持法も書いてあります反政府的な言論を弾圧する法律を作ってしまう だって権力者からすれば悪口とか言われたくないんですよ批判とかされたくないんですよですからいや権力の批判者はダメだよみたいな法律を作って、えー、女将校に向かせるとかこういうことをやりかねないですよねですから、そのように権力っていうのは国民のためっていうよりはもう本当に権力者自身のために行使をしてしまうっていうふうになるわけですこれはどんな権力者も大体、独裁になるとそうなりますよね歴史を見ても。 で、日本でもそういうことがあったら困るわけですよ。なんか国会で法律作ってるけれどもず、いつもいつも国民苦しめるよね、みたいな。何のために政治やってんのってんで困るわけです。そこでこのように権力が腐敗し、国民の権利自由が不当に制限されることもあるんだって、カッ3番見てください。憲法っていうのは国家権力の歯止めなんです。そこで国家権力の暴走を防ぐ必要があります。つまり、 権力者の守るべきルールを作り国家をそれに従わせる必要があるこのルールこそ憲法なんだ次のページの図を見てください憲法って国民に課せたルールではなく国家権力が守りなさいよって言われてるルールなんです権力者よこの憲法をしっかり守って国民のために政治するんだよっていうのが憲法なんです だから法律は我々国民が従わなければいけませんが憲法は我々国民ではなく国家権力が従わなければいけないんです。これが憲法なんですね。だから私たちは別に憲法なんか守んなくていいんですよ。憲法に守られてるんだということをまずは理解してください。 だから、憲法って何かって言われると、なんか法律の中で一番大事なことが書いてある、法,法律の中で一番基本的なものが憲法かなと思いますが、憲法って他の法律は全然違うんですよ。他の法律は国民の守るべきルールですが、憲法は国家権力の守るべきルールですから、六法を引くと、もう憲法が、 もうその一番代表的なことが書いてあるかと,うとそうではなく憲法だけは仲間外れみたいな感じですね憲法は国民が守るべきルールではなく国家権力が守るべきルールなんですですから4ページの下から4行目をもう一度チェックしてくださいつまり憲法とは国家権力の乱用を抑制し防ぎ国民の権利自由を守るための基本法なんだああいう形になりますでこの国民の権利のことをよく人権ってわけですよ 憲法には基本的人権が書いてありますなんて言いますけれども何で人権が書いてあるかというとその国民の人権を守るための国家権力に対する歯止めなんだってことになりますで4ページの一番下でまた憲法で国家権力を制限し憲法に基づいて政治を行うことを立憲主義と言うんだよってことになります 5ページの頭を見てくださいこのことから憲法を守るべきなものは国民ではなく国家であることも確認しておこうと書いてありますその下に憲法99条がありますが天皇または摂政及び国務大臣、国会議員裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うってことで憲法を守らなければいけないのは国家権力者だって書いてあるわけです国民がここに入ってないんですよ だから憲法を守らなければいけないのは国民ではなくて国家権力国家権力が憲法を守ることで国民を守っているわけですねだからその下の通りです国家権力が我々国民に法律を強制しているそれはそれでいいことなんです権力なければいい世の中になりませんからただこの権力が暴走しないように歯止めをかけているものが憲法なんだ 国家権力よ、これ以上は暴走するなよ、えー、それ以上変な法律作るなよって形で、えー、歯止めをかけているものが憲法だというふうに理解をしておいてくださいだから私たちは憲法なんか守られているんです公務員はって書いてありますから国家権力は守らなければいけないんだということなんですねでちょっと皆さんに考えてほしいんですが 例えば、おい、お前、守んなきゃダメじゃないか守んなきゃダメじゃないかって言われてる人がいるとすると、その人はルールを守んなければいけない人なのに、守んなかったから怒られてるわけですよね。で、憲法を守らなければいけない人は誰でしたっけ国家権力ですよね。だから裁判所で、お憲法を守んなきゃダメだろって言われてるのは国家権力なんです。 で民法はあるいは刑法は国民が守らなければいけないいけませんから守らなきゃいけないでしょって言われてるとすればそれは国民なんですよでルール違反というのはルールを守るべき人が違反したからルール違反になるわけですねだから我々国民は憲法違反というのは基本的になりません国家権力は憲法違反になるんですだから裁判所で憲法違反かどうか例えばこのこの時点やったことが憲法違反かどうかって裁判が行われてるとすれば これは国家権力者です。被告は国家権力ですね。ですから、例えば、国家権力が憲法違反なことをやったというのを国民が見つけて、あれ憲法違反じゃねえのあの法律憲法違反じゃねえのあの国家のやった行為憲法違反じゃないのって国民が見つけて訴えて、その国家のやった行為が憲法違反かどうかが争われているものが憲法訴訟なんですよ。だからこれから憲法の勉強をしていくときに、 テキストにいろんな判例が出てきます裁判例が出てきますそれ必ず国家権力者が訴えられています国家権力者が憲法違反かどうかを争っているのが憲法訴訟だってことになりますだからまずはそういうアウトラインというか基本的なことを知ってもらってから細かい話のほうに進んでもらいたいということなんですねでいきなり憲法を始めて表現の自由というのがありますっていっていきなり細かい判例やって そもそもそれが何なのか分かんなければ勉強にならないじゃないですか。だからここではまず憲法とは何か国家権力者の守るべきルールなんだってことを理解をして、だからこそ憲法で出てくる裁判例というのはみんな国家権力者が憲法違反かどうかが争われているんだ。つまり国家の作った法律や国家のやった行為が憲法に反するかどうかが争われているのが憲法訴訟なんだよってことになります。 例えば、憲法にはどんな人権があるか、いくつか知ってますか例えば、平等権っていうものがあります。国家権力は我々を平等に扱わなければいけませんから、それを不平等に扱ってしまうと、憲法違反ということになるわけですね。でも、私たち国民は別に平等権を守らなくていいんですよ。だから A さんが B さんと C さんを不平等に扱ったからといって、憲法違反にはなりません。例えば A さんが、 B さんにはおごってあげ,あげるけれども C さんにはおごってあげませんみたいなことはあっていいんですよ、それは。それは A さんは B さんがお気に入りであればそれはもうおごるじゃないですか。ですからそれは恋っていうのはもともと不平等ですからそれはもうやっていいわけですよ。で、それで不平等だから訴えてやるとか言われないわけですね。でも国家が A 君からは税金取るけれども B さんからは税金取りませんってなったらおかしいじゃないですか。 だから国家権力は平等権を守らなければいけないので国家権力が平等に人を扱わなければ憲法違反だってことで訴えられてしまって裁判所が憲法違反かどうかを審査するとだからよく中学校とかで最高裁判所は憲法の番人なんて言い方をしますが憲法訴訟が行われるで裁判所が本当に憲法違反かどうかを裁判してくれるということになるわけです。 例えば、平等権についての争いだと、男女不平等っていう法律が昔から結構あって、それが裁判、憲法違反かどうかってことで、訴訟沙汰になることが結構あるんですね。で、最近でも、例えば、えー、結婚するときに、 まあ女性が名字を変えると。これが女性差別ではないかっていった訴訟があったんですけれども、最高裁はそれは別にいいんですよって言って、憲法違反にはしませんでした。どうしてかっていうと、民法上は夫または妻って書いてあって、別に妻の方が名字を変えるっていうふうにルール化されてるわけじゃないんですね。ただ世の中の97%ぐらいの女性が名字を変えてるだけであって、それは事実上はそうかもしれないけど、法律的には別に男女平等だから、男女不平等、 平等権侵害じゃないですよというふうに最高裁は言っております、まあ、そんな形ですね、あとはそうですね表現の自由とかそういうのもあります、学問の自由とか、でなんで学問の自由なんていうのは憲法で保障されているかというと、やっぱり独裁者というのは国民が学問するの嫌なんですよ。やっぱり きちんと学問すると今の政治おかしいんじゃねえのとか独裁っておかしいんじゃねえのっていうふうふに必ず批判してくるんですねだから歴史上の独裁者ってみんな学問を封じるんですよね、朱子学の禁止とかですから、まあ、そんな形で学問の自由というのを憲法で守ってくれてますから例えば皆さんが学問しようと思ったときに国から、ダメだよ勉強しちゃって言わ,れた言われないように学問の自由をしっかり保障してくれてるんですねで表現の自由もそうですよね。 で、例えば戦争中とかであれば戦争反対とか言われるの嫌なんですよ。だから表現の自由を侵害するような法律、例えば治安維持法とか作って、それを封じ込めようとするわけですね。で、そういうことをやっちゃダメですよっていうのが憲法に書いてある表現の自由なわけです。よろしいでしょうか。ですからそれを、 治安維持法とか作ってしまうと今では憲法違反って形でそういう法律は作ってはいけませんよということで国会が、まあ、もちろん憲法に違反しないような法律を作るべきなんだけれども作ってしまった場合には最高裁がそれをちゃんと憲法違反でしょって言ってくれるとここんななとになっているわけですで、まあ、せっかくですからもう少し具体例を出すとあの内閣総理大臣とかが靖国神社に行くとニュースなんかで問題になることがありますがあれはどうしてかというと憲法に 信教の自由というのは保障されている。えつまり、我々はどんな宗教を信じてもいいんですよ。キリスト教でも仏教でもいいわけです。でこれが信教の自由ですね。で信教の自由を保障されているので、皆さんがどんな宗教を信じようが何派であろうが国から差別されることはありません、えー。そんな宗教を信じちゃダメですよっていうふうに言われかねないわけです。ところが、この信教の自由ってやっぱり独裁者にとっては邪魔だったり、あるいはその国がですね、ある宗教を信じると、 迫害とかになりかねないわけですよ。キリシタンダーンとか歴史上もありましたよね。ですから、国が特定の宗教とくっつくと、ある宗教を迫害してしまいますから、憲法上、政教分離というのが規定されています。政治と宗教は分離しなければいけない。政治と宗教は分離しなければいけない。だから、政治と宗教がくっつくと、これ憲法違反になるわけですね。だから、総理大臣などが靖国神社に 行きましたそうするとそれを見た国民が憲法違反ではないかって訴えて裁判所でそれが憲法違反かどうかが審査されるんだといった形になりますでこの靖国訴訟なんかも結構難しい問題はいろいろあって結構線引きがあるのでそれはまた憲法を勉強したらやりますけれども、えー、違反になったものもあって愛媛県知事が 玉串料という正式にこう靖国神社の重要なお祭りに奉納したら憲法違反それはさすがに憲法違反やろというとう最高裁に言われたんですがですから、総理大臣なんかもそういうふうな正式な奉納しないで小銭で払ったりとか。 工夫してこう憲法違反ならないようにまあしたりしてるんですけれどもとにかくそんな形で、えー、憲法訴訟というものが国が何か憲法違反をやったように見えたら国民が訴えて憲法訴訟が始まるんだというふうに思ってくださいだからまあ結論はこれからやるし今ちょっとした具体例言ってるだけですが憲法を言って勉強するのは全部その国が憲法違反してないかどうか国が作った法律が憲法違反じゃないかどうかこういうのが審議されてるんだというふうに思ってください国民が訴えられてるわけじゃん。 ないということをまずは理解しておくと勉強しやすいかなということになりますでは今憲法についてのお話をしてきましたけれどもその他の法律もいろいろやりますので5ページの下さあ3番法律の分類ってところを見ていきましょうえ括弧1番広報と司法ですねさあちょっとチェックしてください広報とは国または地方公共団体とその構成員、まあ、国民・市民との間の関係を規定する法だまあ ちょっと正確に書くと難しいんですが、国家と国民との間の関係というふうに思ってください。国家と国民との間の関係ですね。で、それに対して次の一行チェックです。司法とは国民と国民との間の関係を規定した法だ。国民と国民です。あの、裁判って、必ずこう、二当事者間で争います。 まあ必ずでもないですがまあ例えば訴訟で A さんと B さんと C さんが揉めてるってケースもあると思いますが法律っていうのは A と B との関係 B と C との関係 A と C との関係というふうに2社間の関係に、まあ、独立させて普通は争うんですねだから裁判所では A さんと B さんが争ってる B さんと C さんが争ってるというふうに2当事者間が原告被告っていう形で争ってることが多いですで裁判所っていうのは まあ、あの見学自由に行けますから、まあ、つまり裁判は公開されてますので、えーまあ、いつでも行けるので、まあ、行ってですね法廷でも見ていただければ勉強になるかなと思いますし、まあ、こういう時間があるうちに法務局とか行って司法書士の仕事とか見てみるのも、まあ、この時期にはいいかなというふうふに思いますがとにかく裁判所に行くと原告と被告がこっちの席とこっちの席で争っていて真ん中に裁判官がいるわけですよ。 で、その A さんと B さんが争っているとすれば A さんと B さんが何か揉め事をしていてそれを解決するためにここの法廷が開かれているわけですよねだから A さんと B さんが2人とも国民であれば国民と国民との揉め事がそこで審議されているわけですから使われる法律は司法になりますもし原国籍か非国籍に国が座っていればそこで使われている法律は公法になりますね 国家と国民との間の関係を規定した方が広報で国家と国民が揉めてますからそこで使われているそれを解決するための法律は広報になるわけです例えば広報って何がありますかなそこには刑法とか書いてあります刑法もそうですね刑法も原告席には検察官が座ってますだから国ですね国がこいつを刑罰に貸したいんですって訴えるのは刑法訴訟ですからね刑事訴訟ですから ですからそこで使われているのは刑法になります。あとは広報では税法なんかもありますね。A さんが B、国に税金を払わなければいけないと。で、税金は法律で規定されているから払うわけで、じゃあ国民はまあそういう計算式に従って税金を払わなければいけないよねってルールが法律で決まっているわけですね。だから税法も国と国民との間の関係を規定しているから広報ですね。それに対してさっきやった民法などは司法になります。 B さんが A さんにお金を払わなければいけないとか、A さんが B さんにお金貸したけれども B さん返してくれないとか、そういうところで使われるのは民法になります。民法ではお金借りたら返さなければいけないよって書いてあるから、じゃあ B さん返さなければいけないよって裁判が行われることになるわけです。よろしいでしょうか。ということで、えー、法律には国家と国民との間の関係を規定した広報と国民と国民との間の関係を規定した司法に分かれるんだ。ああいった形になります。 でさらに、6ページの方に行ってください。実体法と手続き法に分かれます。さあ、これも1行1行チェックしましょう。1行です。え実体法とは、権利義務の発生、変更、消滅自体を規定する法だ。で、2行目もチェックです。手続き法とは、権利を実現するための訴訟などの手続きを規定する法だ。まず、実体法っていうのは、 何をすると権利が発生するのか、何をすると義務が発生するのか、何をすると権利が消滅するのかっていう、そのですね、権利関係自体を規定しているのが実体法になります。簡単に言うと、ソフトというか内容というかそういうものですよね。こういうことをしたら犯罪になりますとか、そういうのが規定しているのが実体法です。ただ、実体法だけでは世の中動かないんですよ。 例えばちょっと例えていると実態法というのは内容が書いてあります権利関係の内容が書いてありますからあるいはどういう局面では義務を負うかという内容が書いてありますから言ってみればソフトですねただソフトだけでは世の中動かないんですそのソフトを動かすための仕組みハードが必要なわけですあのゲームでも何でもそうですよねゲームのカセットとゲームのハードがいるわけですよえ任天堂スイッチの ソフトだけ買ってきたってゲームできないわけですよ。ハードがいるわけですよ。本体がいるわけですよ。で、それと同じように内容だけあったって動かせませんから、それを動かすための仕組みが必要です。これが手続き法です。例えば、刑法では、うん、さっきやったように、障害をしたら人を傷つけてしまったら刑罰を科しますよっていうふうに言ってますが、刑罰を科すための手続きが必要ですよね。 これを規定しているものが手続き法である刑事訴訟法になるわけです。まあ、このようにルールを作ったのはいいですが、そのルールを動かすための仕組みが必要なわけで、その仕組み、手続き、これを規定したものが手続き法だえ。権利関係を規定したものが実態法で、その権利を実現するための仕組み、これを作っていくものが手続き法っていうことになるわけです。で、例えばですね、まあ、今日お話しした登記っていうのがあります。 登記を申請すると登記、まあ、をすると、この不動産は自分のものだって主張することができるようになりますよってお話はしたかと思います例えば B さんが A さんから土地を買いましたとどうやったら自分の土地だっていうふうに世間に主張できますか登記をすればいいんですっていうふうに民法では規定されているんですつまり登記が第三者の対抗要件ですよ 登記が難しい言葉で言うと第三者に対する対抗要件ですよ、登、ま、記、あ、があれば俺のもんだって主張できるよっていう,ふうに民法177条では規定されてるんですけどこれは権利関係を民法学者が考えたわけです、うん、どうやったら不動産の争いってなくなるんだろうか登記を基準にすればいいんじゃないかじゃあ、登記を申請して登記の名義を入れたら第三者に対抗できるようにしようそれはいいねって言って登記っていうものによって権利関係を やっっっててここうとが決まったわけですねでも、それが決まったとしてもどうやって登記申請するんだと登記を実際にやる役所はどこだってことが決まってなければ登記っていうシステム動かないわけですよだからそれを動かすための手続きとして不動産登記法が規定されたわけですよね。 そうすると民法では、登記があれば勝ちますよ、登記が基準ですよとか言っていても、実際に登記を仕組みとして作らなければいけないので、それを作ったものが手続き法としての不動産登記を申請はこうやるんです。で、それをやる役所は法務局ですと。で、登記申請するには、こういう証明書をつけなければいけませんって形で、登記を安全に、確実に動かすための仕組みを不動産登記法において作られているぞといった形になるわけです。 1あの一対1で対応するわけではありませんから民法という法律があるとしてもそれを動かす仕組み手続き法はいろいろあります不動産登記もその1つだしあとは民法で揉め事があったら訴訟しなければいけませんから民事訴訟法なんかもこれは手続き法という形になりますよろしいでしょうかねだから実態法っていうのは結構学問の対象になります大学なんかで勉強するのはほとんど実態法ですね だって実体法をどういういに作るかがやっぱり学問なんですよで民法で登記を基準にするのかそれとももっと新しい何か考え方がいるのかそれとも何かこう引き渡しの早い者勝ちなのかとかそういうのは、えー、あの学問の世界例えば憲法で何とかの自由というのは保障すべきかとかいやそれは保障すべきじゃないだろうとかいう議論があるわけですよですから、えー、こんな形で、えー、議論していく楽しさというのは実態法にはあります。だ手続き法って それとと比べると学問の対象にはなりません例えば大学であんまり手続きをて勉強しません民事訴訟法とかそういう重要な手続きはやりますけどあまり大学で不動産登記を勉強したとか教託法を勉強したってことはないと思いますで教託なんて大学でやったって面白くないですからね、えー、こういう申請書を書きますみたいなそういう話になりますからもう実務的なんですよっていうふうに言っちゃいましたけどこの試験は手続き法の拝点が高いです なぜか分かりますだって皆さんは手続きをするための実務官になるわけですから皆さんがこれからやるのは学問としての法律というよりは手続きとしての法律なんですねだから手続き法の方が実は配点が高いですちょっともう一度テキストの方を見ていただきたいんですがえっ、ー、とテキストの8ページ 実は午前の部が実態法で午後の部が手続き法なんですで皆さんは実務に出たら法律の手続きをやりますだから午後の部で手続きをしっかり聞いてくるんです期日がある分だけ手続きをほうの方が配点が高い期日がある分だけ手続きをほの方が配点が高いってことになります実際に皆さんがやるのは 民事訴訟だったり供託手続きだったり不動産登記だったりするわけですよですからこういうのを午後の部でしっかりみっちり聞いてくるわけです大学なんかで学問の対象になるのはほとんどは実態法ですが手続き化になるわけですから手続き法が重要だということになるわけですもちろん、えー、その手続きのための実態も必要なので午前の部で実態法を聞いてくるわけですが実際に実務で直接使うのは手続き法なんですね だから大学で法律を勉強した方やあとは司法試験なんかで学問的に法律を勉強した方っていうのは手続き法をおろそかにする傾向が強いです例えば、実態法って何とかの権利それが重要かどうかなんて議論すると面白いんですよそうするとなんか、えー、これ大事な勉強だって分かるんですよねただ、午後の部の手続き法って印鑑証明書を何通つ付けますか3通ですみたいな。 先生、これって大事なんですかこれ学問的に大事なんですかっていう話になりますが、手続き的に大事なんですよ。だって、印鑑証明書3通つ付けろと言われたら3通つ付けなきゃ申請できないわけだから。というわけで、皆さんが実務出た時に手続きをやることになりますから、これ結構勉強すると細かいんですよ。 あれをつける、これをつけるとかあれかけ、これかけとかああいうことになりますが実際で実務で必要なのはそういうことなんだからそれを一つ一つ覚えていくのがこの試験の難しさだしこれから皆さんがやる勉強なんだというふうに思っていただければというふうふに思います。 まあだからそれは人によっては最初つまんないなというふうふに思えるかもしれませんが、まあ、実際の実務をイメージしながら勉強するといいし、まあ、講義の中でもなんでこれつけるのかなんていう趣旨のところからちゃんとお話をしていきますから、まあ、そこはそうやってですね、まあ、少しでも楽しいことは楽しんでといた形になるかなと思いますでちなみに午後の部では不動産登記法と商業登記の規律式が1台ずつ出ますよね。 でこれが一体、記述式って一体何だろうかということについても少しお話をしていきたいと思いますがこの記述式の試験というのは文章を書くわけではありませんで、述式の試験って試験によって内容が全然違いますよね行政書士のように40字で記述をするって試験もあるし論文を書かせる試験もあるしじゃあ司法書士試験における記述式って一体何ですかというと不動産登記と商業登記の登記申請書を書かせる問題です。 だから文章を書く問題ではなくて実際に実務に出た後に申請書を作りますからその申請書を実際に回答用紙に書いてくるわけですだから配点も1台35点あるのは結構分量が多いってこと例えば不動産登記であれば申請書を45枚書いてくるで商業登記でも結構大きな申請書をいくつか書いてくるとこういった形になります だからこの規律式の問題って解いてみると結構実務的ですまず午後の部の択一問題が35問ありますから不動産登記の規律式が36問目商業登記の規律式が37問目に聞かれるんですけれどもいきなりそれまでは「あいうえお」という五種択一の問題なんですが36問目に行くといきなり小説みたいになります司法書士デイビス勇気の事務所にいきなりデイビス勇気が出てくるんですよ でそれが皆さんです、皆さんがそのデイヴィス勇気になりきるんです、まあ、今年はデイヴィス勇気が出てきましたよねホーム太郎とかホーム律子とかいろいろ出てきますけれども、まあ、少々置の事務所にお客さんやってきましたといろんな書類を持ってくるわけです別紙1から10の書類を持ってきましたっつって別紙1から10まで契約書だったり戸籍だったり遺産分割協議書だったりいろいろあるわけですよそれを見て皆さんは何が起こったかを判断するわけです。 例えば、遺言書が2つあるおかしいじゃないですかそうすると民法の知識を思い出して遺言書は内容が矛盾する2つの遺言がある場合には後の方が前を撤回したものと考えるんだなってことでこっちの遺言が本物だっていう,ふうに考えるわけですねじゃあその遺言の内容に従って登記をしていこうとかあとは遺産分割があるからこの遺産分割は有効なんだろうかとうう考える。 で、契約があるから、この契約は無効か有効かというふうに考える。あ,あいうふうに考えていただいて、何が起こったかを判断して、起こったことを申請書に書くということになります。だから、法的な判断も必要だし、あとは雛形を書けるようにしておかなければいけない。だから皆さんは、文章を書くのが苦手だなって思う方も、全然躊躇する必要はありません。文章を書くわけではなく、申請書を書けばいい。で、その申請書っていうのは、雛形があります。 こんな申請の場合にはこれを書くあとはその人物を入れ替えたりすればいいだけであって、まあ、ひな型を書かせる試験ですからそのひな型を覚えていくというのが勉強になりますだから規律式っていうのはそのまずは別紙を見ていただいて内容を把握して何をやるべきかを特定してそれを最終的にひな型を使って申請書に書いていくって形になりますで商業登記も一緒商業登記も会社の社長が皆さんの事務所に依頼にしに来きますすいません うちの会社はこんなことが起こったので登記申請お願いします、まあ、実務出ると大体役員変更して終わりってことが多いですが第37問目うちの会社にこんなことが起こりました取締役が犯罪しました他の取締役はこんなことが起こりましたえこんなたくさんのことが起こったんですかみたいな。えー ななんんでこんないきなりいろんなことが起こったんだろうこの会社は大丈夫みたいな会社が出てきていろんなことを申請させます、そ、まあ、それはそうですよね、まあ、簡単な申請であればできてしまいますからもう1つの会社にもういろんなことが起こってきますで、それをトーク申請していって申請書を書かせるよ、えこんな問題が午後の部の37問目で出題されるんだ。 といったことになるわけです、まあ、とにかくこれが手続き法ということになりました皆さんは不動産登記の申請商業登記の申請という手続きをやっていくんだだから手続き法も取材されるんだよというふうに理解をしておいてくださいでは講義ノートの方に戻りましょうかっこ3番一般法と特別法さあこれも2行ずつチェックしていただければと思いますが 一般法とは、その対象を人、地域、事項などで限定しないで、一般的に定めた法。限定しないでってこと。えー、特別法とは、その対象を特定の人、地域、事項などで限定し、その対象だけに限定して適用される法。ある地域や事項や特定の人だけに限定して適用されるものが特別法。 もう広く一般のものにあるいは一般の人に適用されるものが一般法って形になります例えばお金の貸し借りお金の貸し借りこれを消費対策と言います消費対策このお金の貸し借りをするときにどの法律が適用されるかといったら基本的には民法なんです 民法が司法の一般法ですから、えー、一般的には A さんが B さんにお金を貸しました、B さんが C さんにお金を貸しましたって時には民法が適用されます。ただ、証人や商行為というものに関しては、商法がピンポイントで適用される。まあ、ちょっと語弊を恐れずに簡単に言うと、証人には商法が適用されるということになりますから、証人間でお金の貸し借りしたら、それは商法が適用される。で、民法では、 お金の貸し借りをしたときに、無利息が原則です。だから民法では、利息を取るって約束をしなければ、利息は取れません。だから例えば A さんが B さんにお金を貸して、じゃあ1年後返してくださいって言って1年後にお金を B さんが A さんに返すとしましょう。借りたら100万だよって返すとします。その時に A さんは、な100万ってなんだよ。利息はどうした利息はって話になりますけど、そうすると A さんと B さんは揉めるわけです。 で、そこでは民法が登場して、あ、民法ではね、利息を取るって約束をしてないんだから、利息は取れませんよ。100万改正は OK ですよっていう話になるわけです。裁判で揉めたとしても、その民法が登場してきますから、A さんは利息を請求することができないというふうに解決して終わりということになります。ただ、承認官の場合には、商法が適用されますから、これは、商人や商行為だけにピンポイントで適用される特別法が商法ですね。だから、証人官でお金を貸したんだから、 これは約束してなくたって利息は取れるでしょうって話になるわけです。そこで利息はちゃんと払いましょうってルールが適用されるというふうに、まあ、ある特別の人には特別のルールを適用するんだというのは特別を。その人たちにはやっぱり特別な価値観や特別な状況にありますから、そこはやっぱり他の人とは違う法律を適用しようぜっていうのが特別法なんだといった形になります。 ではもう1つ例を出しましょうかでお金を払って物を借りるお金を払って物を借りるえこういう契約のことを賃貸借契約と言いますで皆さん賃貸借契約をしたことありますか、まあ、例えばアパートを借りるとかレンタカーを借りるとか、まあ、最近はないかもしれませんが TSUTAYA で DVD を借りるとかえこういうのが賃貸借契約って形になります で、これも賃貸借契約を規定しているのは民法ですから、一般的には民法が適用されます。ただ、その民法の規定では、その資格の中見てください。EX。民法604条。賃貸借の存続期間は50年超えることができない。これが民法のルールです。ただ、土地を借りるとか言ったときに、 この民法のルールを適用するというと、ちょっと困ることがあります。例えばどういうことかというと、伝えで DVD を借りる。何日間借ります ?7 日ぐらいレンタカーを借りる。何日ぐらい ?2、3日あるいは1日かもしれませんね。まあ大体賃貸借って短いんですよ、期間。だから民法の50年以内であれば、もう全然問題ないです。でも、建物を建てるために土地を借ります。いわゆる借地。 これ、100年契約で借りたいですっていうことになりますが、民法を適用してしまうと短いんですよね。今50年だからいいですが、これ3年前までは20年だったんです。ということで今は50年だからまだいいですけれども、それでも短いんですよ。だから、 建物を建てるために土地を借りるときにはもう少し長い期間が欲しいよねってことで、お、だったらピンポイントで法律を作ろうってことで借地借家法という特別法ができたんですねえ。借地権の存続期間は30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときにはその期間とするということですから、借地借家法では長い分には差し支えないんです。もう短くて30年だよ。皆さん。 レンタカーだったら1日借りれば十分ですけど、建物を建てるために土地を借りることを借地と言いますが、せっかく建物を建てたのに、もう3年で返さなければいけないってなったら、もう何千万もかけて建物を建てた価値がなくなりますよね。だから最低30年ってルールを作って、で、それより長い分には差し支えないよ。100年でもいいよっていうのは借地借家法なんです。このように、一般法の規定では、少しおかしいなって時に、特別を作ら、作ります。 例えば、もう DVD とか、車を借りるような小さなものから大きなものまで、同じルールを当てはめる方がおかしいじゃないですか。ですから、とりあえず一般法ってのはルールを作って、で、そのルールじゃここおかしいよねって時にピンポイントで特別を作るんです。だからとりあえず民法はもういろんなものに適用される一般法ですが、まあとりあえずお金を払ってものを借りるんだったら、長くても50年でいいんじゃねえのってルールをまず作りました。それでも、 あこれちょっともうちょっと長い方がいいよねってピンポイントで問題が生じた時には特別法が作られてじゃあ土地を借りる時にはもっと長い方がいいだろうってことで、えー、土地の借りる時あるいは建物を借りる時だけに適用される借地借家法というのが作られて、えー、土地を借りる時には最低30年ですよってルールが作られたんだというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。 だからとりあえず一般法というのは広くいろんなものに適用されるルールですが、ものによってはそのルールを適用するのではうまく解決できないケースが登場する。そしたらそこに特別法を作ればいいということになるわけです。で、もう一度文章に戻ってみていただければと思いますが、括弧3番の1、2、3、4、5行目。一般法には民法などがあり、 特別法には、商法、例えば商人だけに適用される商法や、借地借家法、借地や借家の法律関係だけに限定して適用される法律などがあります。また、特別法と一般法は特別法が優先します。特別法優先の原則というのを押さえておいてください。 特別法ってあるピンポイントの事例にしか適用されませんから結構法律名長いです何とかのための何とかのための法律みたいなもう本当にピンポイントでしか適用されない特別法なんかだと本当にその状況を法律名が示していますで一般法って大体短いですね民法とかでこの一般法っていうのは大学なんかでも民法の教授が出てきて 一年生の皆さん、今日から民法をやりますとか言って教えてくれるわけですよ。で、その民法の教授なんかは大学の学長になったりして、結構偉,か偉くなったりするんですね。そうすると、なんか一般法のが偉そうな感じがしますが、実は特別法があると特別の方が優先します。これはしっかり押さえておいてください。だから皆さん、いくら民法を勉強したとしても、特別法があれば特別を優先です。なんで民法の方が偉そうなのに、特別の方が優先するのかっていうと、それは当たり前で、 その事例だけにピンポイントで作ったんだからそこで優先して適用してもらわないと出番がないですよねだから特別の方が優先するぞといった形になるわけですでもうちょっと別の説明の仕方で説明すると民法っていうのは下敷きなんですよつまり一般法っていうのは下敷きですとりあえずルールがないと困りますから いろんなものに適用されるように、適用できるように、とりあえず幅広く適用できる標準的なルールを作ったものが一般法だと思ってください。で、司法の一般法は民法ですから、私、えー、人と私人の間に適用される司法の中での一般法は民法ですから、民法はとりあえずいろんなものに適用できるように標準的なルールを作りました。例えば、賃貸借のルールを作りました。で、賃貸借契約は マックスで50年ですよ。それより長い契約してしまったら所有者の権利が台無しになります。もう DVD が60年経ってから帰ってきましたってなったらもういらないですよね。ですからそんな形で所有者の権利を害しないようにまあいくら大きなものでも50年でしょうってことで50年より長い契約をしてはいけませんよというふうに民法では規定したわけです。だから民法では例えば DVD だろうが車だろうがあるいはですねその他のものだろうが 物の貸し借りをするときにはとりあえず民法の規定に従って契約をしてくださいって一般法を作ったんですがただ、すいません、土地建物を建てるために借りるときにはもっと長くないと困るんですってことになりますからじゃあそこで借地借家法を作りましょうっていう特別法が作られるわけです。借借地家法、法特別法ととといいうのは、ちょっと法と書いてきますが、 この民法の土地の部分に上から貼り付けた修正シールだと思っていただければ OK ですつまりあここはちょっと50年以下ではまずいからじゃあ30年以上にしましょうってシールを上からペタッて貼った感じ上から修正シールを貼ったんだから この部分については、借地着火法の方が優先して適用されるわけです。いいですか上から修正シールを貼ったら、修正シールの方が優先しますよね。で、もっと言うと、部分部分を修正するためにシールを貼ったんだから、その修正された部分では、上の修正の方が優先するわけですよ。だからえ、土地の貸し借りの場合には、じゃあ30年以上ねっていう、上から修正したルールが、 適用されてその修正のところについては上の修正シールの方が優先するんだああいった形になるわけですこれ民法が改正されたわけではなく民法上から修正しているので例えばシールが剥がれたらまた民法に戻りますあくまでも修正をしているだけなんだというふうに押さえておいてください 特別法はその部分を解決するために特別に作られたルールなんだからその局面では優先されるに決まってるし上からの修正シールなんだから当然優先するというふうに押さえておきましょう、まあ、皆さんがこうやって講義を聞いた後に夕方あるいは夜家に帰るとスーパーで。 もう刺身に半額のシールが貼ってあったりしますよ。そうすると上から半額のシールが貼られていたら、その刺身は半額ですよね。 修正しているのは優先しますよ。レジに行って、いや、これはシールが貼られてますけど、下の定価が優先するんですよなんて言われないですよね。だから上から、いや、借土地の貸し借りはこうですって修正をしているわけですから、それが優先するんだっていうのが特別法優先の原則なわけです。だから言われてみれば当たり前ですが、一般法と特別法があれば、特別法の方が優先するんだよというふうに押さえておきましょう。 まあだから皆さんが実務出た後に気をつけなければいけないのは特別法の存在なんですいくら民法や一般法に書いてあったとしても特別法で修正されていたら特別のは優先しますから民法の知識は間違いなわけですよ。お客さんにアドバイスをして例えば民法だけ勉強した方がいや賃貸借契約ね50年がマックスなんだよっ,ってそれは間違いなわけですよ。いや不動産は それ以上の契約できますよというのは正解になりますからねだから法律っていうのはもうキりがないんですけどやっぱり特別法がある場合には特別のは優先するので実務で出た,出た時にそれは気をつけなければいけないんですいくら法律に書いてあったとしてもそれをピンポイントで適用される特別法があればそっちが優先しますから気をつけなければいけない特別の存在に気をつけなければいけないんです。 だから法律相談なんかするときにも特別法の存在は常に念頭にないといけないわけです大学生なんかがとりあえず民法を勉強しましたって言ったからといって法律相談乗れるかっつったら乗れないわけですよいや雇用契約はその雇用の関係の契約の方が優先しますよって形になったりだとかするわけですからそれは、えー、気をつけなければいけないということになります、まあ、ただ皆さんは実務家になるわけですからちゃんとその実務ができるようにこの 皆さんの実務の範囲について知らなければいけない特別法はしっかり試験に出てきます。だからそれはちゃんと勉強すればいけます。ただ皆さんが何かお客さんと話をするときにあんまり知らない分野の相談とか乗るときにはやっぱり特別法の存在っていうのはちゃんと意識をして調べたりとか聞いたりとかしなければいけないといった形になります。だから日本では法律家っていろんな ものに分かかれてるんですね書書士士士行政書士社労士とかそれはやっぱり特別法の存在っていうのは結構いろんなところにありますから社労士なんかでもそうですよね民法には雇用契約の大雑把な規定はありますがもうそんなので契約なんか普通しないわけですよもう、えー、その雇用の分野には特別法がいっぱいあります最低賃金はこうだとかその民法に書いてないですよでも民法の雇用契約なんかで契約することなんてほとんどないわけです ですから、そういうことでやっぱり特別の存在を知らなければいけないのでやっぱり専門家という形で、えー、その資料が多く分かれているんだというふうにも言えるわけですよねでは、これが一般法と特別法という話になりましたでは次です6ページの下の方から4番法律の考え方まず、括弧一1番要件と効果というところを見てください え、講義ノートの6ページです。え、法律の条文のほとんどは、要件と効果から成り立っています。え、つまり、一定の要件を満たせば、一定の効果が発生すると言っている。え、試験勉強では、どのような要件を満たせば、どのような効果が発生するのかをきちんと押さえていくことが重要だということになります。え、具体的な条文で見ておこうと。まず、以前にも確認した刑法の障害罪の条文をもう一度見てみようということで、7ページの頭を見てください。え、刑法204条。 人の身体を障害した者は15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するというふうに書いてあります法律の条文というのは要件と効果から成り立っているということになりますがそれは私たちが守るべき、守るべきルールだからなんですねつまりこれが法律要件です。真、まあ、下に書いてありますがこれが要件人の身体を障害したとすれば こういう刑罰が待ってますよってこと。この刑罰が待ってますよは効果です。法律っていうのは具体的に誰が何をしたって書いてあるわけではなく、架空の守るべきルールですからね。こういうことをもししたとすれば、こういうことになりますっていう書き方なんです。その、こういうことをしたらという部分が要件。 で、こうなりますっていう部分が効果になりますね。だから、刑法で言うと、犯罪をしたら刑罰になる。その犯罪の部分が法律要件で、刑罰の部分が法律効果といった形になります。だから、次の段落見てください。刑法では、ある犯罪を犯すと、ある刑罰が待ってるという形で条文が構成されています。で、つまり、ね、あとチェックしましょうか。つまり、犯罪が要件で、 刑罰が効果だ。つまり刑法は犯罪と刑罰を規定した法律であると言えるんだというふうに押さえておきましょう。だ刑法って条文の作り方は単純です。犯罪を書いて、刑罰を書いて、この犯罪をするとこんな刑罰が待ってるよっていうふうに書かれている。もう簡単です。犯罪が要件、刑罰が効果という単純な構造なんですね。 で、刑法も試験に登場しますが、試験に出るのは犯罪の方です。犯罪と刑罰を規定した法律なんですが、試験に出るのは犯罪の部分。刑罰の部分については、ほとんど試験に出ません。だからこれから皆さんが勉強するのは犯罪です。例えば、上の条文で言うと、ここ。人の身体を障害した。ここしか出ないです。 だから皆さんがもし合格者が身近にいれば聞いてみてください。傷害罪の刑罰知ってますっと,と普通知りません。ただ、試験に出るのは犯罪の部分ですから、例えば人の身体を傷害したの人って自分は含むんですかとかいう論点。傷害って何ですかっていう論点。こういうところをしっかり判例の言葉を使って覚えていきます。 だからここで言う人っていうのは自分は含みませんから例えば自分を障害したとしても犯罪にはなりませんとかあ障害っていうのはこういうのが障害ですよ最高裁でもこれは障害になりましたこれは障害になりませんでしたっていろんな判例がありますからそれを皆さんは勉強して形になりますただ刑罰は出ませんから合格者も あ、障害罪になったら何かしらの刑罰になるよねっていう、もう何かしらの刑罰ぐらいにしか覚えてないんですよ。試験に出ないから。皆さん別に裁判官になるわけでもないし、刑罰が頭に入ってる必要ないんですね。こういうことをしたら犯罪になりますよっていうのが分かればいいわけです。それが何年の刑罰かなんてことはそんなのは試験に出ません。 ですから、どういうことをすると、障害罪が成立するんだという、その犯罪の成立の方ですね。それが試験に出ることになりますから、そっちをしっかり勉強する形になります。まあ、刑法はこのように、犯罪と刑罰を規定した法律で、単純ですが、民法はもうちょっと複雑です。いろんな要件があります。では、ちょっと709条で見ていきましょう。これも先ほど確認した条文です。民法709条。行為または過失によって、 他人の権利、または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと書いてあります。さあ、これも文書の構造からして、ここ、物はまでが要件ですね。行故意、または過失で、ま、故意っいうのはわざと、過失は不注意ですが、わざとあるいは不注意で、他の人を傷つけてしまったりしたら、損害賠償義務が発生しますよってこと。 これ不法行為っていう条文になりますけれども傷つけたり権利を侵害したら損害賠償を払ってもらうからねこれが709条になりますこれも要件と効果から成り立っていることがわかると思います だからこれから皆さん勉強するときには何が要件で何が効果かってことを意識してもらって勉強していく形になります。で、民法は刑法方法と単純ではありませんからその下に書いてありますが民法では一定の要件を満たすと権利義務が発生したり物件変動が生じたりするといった効果が発生する形になります。例えば契約を結んだらお金を払う義務が発生するとか契約を結んだら 例えば、売買契約であれば、自分のものになるとか、そんな形で、何々をすると、こういう権利が発生しますよとか、何々をすると、こういう義務が発生しますよみたいな形で規定されております。例えば、売買契約。契約を結ぶと、例えば、A さんと B さんで契約を結ぶと、売り主である A さんは、物を渡さなければいけません。B さんは、その買ったものが自分のものになりますとか、あるいは、 b さんはお金を払わなければいけませんとかいった形で売買契約を結ぶとこんな権利が発生しますよ売買契約を結ぶとこんな義務が発生しますよというふうに何々をすることによってこんな権利が発生するんだ。 何々をすることでこんな義務が発生するんだみたいな形で民法は規定されてるんだというふうに理解をしていただければ結構です。ちょっとこれはですね、刑法ほど単純ではないですが、もういろんな要件といろんな効果がこれから出てきますから、それを一つ一つ丹念に勉強していく形になるわけです。ではその下。7ページの下のところから、まあ、ちょっと機械的なコーナーではありますが、条文の読み方っていうのを一つ見ていこうというふうに思います。 でこれから皆さんが実際に法律を勉強していきますが法律というのは実際には国会が作った条文という形で与えられています国民には条文という形で与えられています、まあ、皆さんはテキストを使ってその条文の意味というものを、えー、この条文はこういう意味がありますでこういう趣旨ですで判例はこういうものがありますというふうにまとまった文章として与えられることになりますが実際に国会が作るのは民法のテキストではなくて民法の条文なんです だから条文という形で実際には法律が書いてあるのでその条文を読めるようにしていくというのが入門段階でまず必要な形になります。その条文をまとめて掲載したものが六法という形になります。では条文を7ページの下でちょっと見ていきましょう。条文の構成と書いてあります。で、次のページの頭に書いてありますが条文は上、項・号によって構成される。 条、項・号によって構成されるまずこれを押さえていきましょう条文は条という単位がまず存在します1条、2条、3条だからここで言うと民法111条ですねでこの一つの条文の中をさらに分けるときに項というものを使います。 だからこの民法111条は2つに分かれていて、これが111条1項、これが111条2項といった形になります。民法111条は代理権の消滅原因が書かれた条文になりますが、それが内容が2つに分かれておりますから、1項と2項に分かれているわけです。まず1項が、 まあ中身はどうでもいいんで、あ、そういうもんかっていうふうに今分かっておけばいいですが、代理権は次に掲げる自由で消滅をするってことで、代理権はこういう自由があれば消滅をするんだってことが書いてある。で、2項では、委任による代理権は、全各号に掲げる自由のほか、委任の終了によって消滅をする。あ委任による代理の場合には、 委任の終了でも消滅をするんだっていう規定が2項にあります。だから一般的な代理権の消滅が1項。で、委任による代理の場合の特別のこう消滅源が2項に書いてありますから、内容が2つあるから1項と2項に分かれてるんですね。 代理権の消滅っていうのが書かれているのが111条ですが通常の消滅原因が1項委任による代理の消滅原因でプラスされるものが2項って形で内容が2つに分かれているので1項2項というふうに分かれてるんだというふうに押さえてくださいでこれから条文勉強していくと111条1項とか111条2項と言いますからその条文を引けるようにしていくっていうことがですねまず第一に必要になります でちなみにこれが5ですだから本人の死亡って書かれている部分は111条1項1号と表現します111条の中の1項の中の1号ですねだから例えば友達から「 本人の死亡で代理権って消滅するらしいけど、それって根拠どこなのって言われたら、111条1項1号だよって答えるんですよ。で、テキストにも、えー、例えば解説で、例えば問題で代理権は本人の死亡によって消滅をするかって問題があって、回答消滅をするって書いてあれば、111条1項1号,1号って書いてあります。こういうふうに根拠取りをしていくときに、 111、えー、条1項,1項1号って言ったりしますからあそういうですねあそれは丈夫のここのことなんだなというふうに分かるようにまずはしていきましょうで今111条が内容が2つに分かれているのでそれを分ける単位がこうですよってお話をしましたよねじゃあ「5」って何ですか 先生項の中がさらに分かれているのでなんか大括弧中括弧小括弧のように項の中をさらに分ける単位が合ですかっていうと違うんです項がなくても合が使われることもあります項がなくても合が使われることもありますだから合というのは項の中をさらに分ける単位ではない項の中をさらに分ける単位ではないんです がががなくても法が使われるることがあるからです。例えば、まあ皆さんまだ六法ないと思うので、次回あの、ちょっと六法の話はしますが、ちょっと画面だけで見ていきますけど、ここに、これ憲、憲法、憲法です、憲法。憲法の7条って条文があります。憲法の7条。天皇の国事行為。まあ、憲法というのは、 今日お話した通り国家権力の守るべきルールですから国家に対するルールが規定されています天皇が何ができるかってことが規定されているんですねえ天皇は内閣の助言と承認により国民のために左「さ」の告示に関する行為を行うということで1号でちょっとページが飛びますが2号 で、十五、儀式を行うこと。天皇は儀式を行えるんですね。こんな形で、天皇ができることが規定されているものが七条ですが、一号から十号まで書いてあります。これは、項がないのに号があります。憲法の七条は、項という単位がないのに号が使われています。これ有名な憲法九条は、一項と二項がありますが、まあ、一項の場合には、 1> 丸一って書かないのが普通なので丸二だけありますがこれが一項でこっちが二項ですねこれ五なんですよ項がないのに五がありますさあどういうことなんでしょうか実は五というのは条文を分ける単位ではないんです過剰書きをするときの単位なんです過剰書きをするときに五を使いますだからこれも天皇の仕事を並べ,る並べてる条文ですから五を使うんですよ で111条1項も111条1項は次の自由で代理権は消滅をするって書いてあってその消滅原因を過剰書きにしてるから「5」を使っていくんです「5」は分ける単位ですけど「5」は過剰書きにする単位だってことを理解をしてくださいということですね で皆さん、過剰書きをするときに必要なことがあります。過剰書きをするときに必要なことがあります。何でしょうお菓子。お母さん。お友達。いきなり過剰書きにしても何言ってるか分かんないですよね。今からこういうことを過剰書きにしますって言ってから始めないといけない。僕の好きなものって言ってお母さん。何でしたっけお菓子。お友達。これなら分かりますよね。 つまり、過剰書きをするときには、必ず何か言ってから言います。この何か言う部分のことを、柱書きと言います。だから、民法111条で言うと、代理権は次に掲げる自由によって消滅をすると言って、今から過剰書きをするのは何なのかを言ってからやる、やり出すんですよ。いきなり過剰書きしても分かりませんからね。この部分を柱書きと言います。あの柱。大黒柱の柱ですね。柱書きというふうに言います。 でこの、えー、憲法7条も柱書きはありますよさっき言った1号の前にちゃんと書いてありますよね「天皇は内閣の助言と承認により国民のために佐野国事に関する行為を行う」と書いて「 あ天皇は今から左に並べますから箇条書きにしますからそういう仕事ができるんですよというふうに一言言ってから箇条書きをするわけですよこの一言言う部分のことを柱書きというんだというふうに押さえておいていただければと思いますさあこれが条文の構成といった形になりましたでは次です で今度はこの条文の上項、号なんですが例えば民法の条文をちょっと今画面で見せますけれども「上という」の中にはちょっと面白い条文があって例えばですね 民法98条があります。で、98条には1項と2項と3項と4項と5項が、まあ映ってないですがありますが、98条の1個前の条文は何条かわかります ?97 条ですよ。ちょっとピンボケ。97条。で、その前は96条。まあ大正解です。ただ、98条の次の条文は何条でしょう 99条の前に、98条の2という条文があるんです。これを枝番付きの条文と言います。枝番付きの条文。これ98条2項じゃないですよ。98条2項は、ここに存在します。 98条の中の1項と2項と3項ありますから、これ2項はここに存在します。これは98条ではなく、98条の2っていう、98条とは別の条文です。だから言ってみれば、98の次の条文です。だから本当はこれ99九と言ってもいいんですが、98条の2って言ってます。これどういうことかっていうと、97と、98と、99と、100っていうふうに昔は並んでいたんですよ。で、この98と、 99の間に改正で新しい条文を挿入する必要が生じた。そこでその条文を98条の2っていう新しい数字をつけたんです。そうすると何かいいことありますそのうちのの数字を1個ずつずらさなくても新しい条文を作ることができるんです。これを枝番と言います。 いや、それはずらせばいいじゃないかってことになりますが、これをずらすと大変なことになります。全部の条文が1個ずれますから。1個の条文を付け加えるっていうふうな改正をしたいため、改正したいだけなんですよ。例えば、新しい制度を作りますって時に、条文1個挿入したいですって時に、その挿入が枝板という制度がないと、99にしますよね。そうすると99が100になりますよね。で、100が101になりますよね。やればいいじゃないかってことになりますが、 大変ななことになります民法だけの改正は済まなくなります例えば不動産投票に民法177条はっていうことが規定されている条文があってそれを178に変えなければいけない改正も出てきますつまり民法以外でも民法の条文を引っ張っている条文法律はいくらでもありますからそれも全部改正になります どうでもいい。まあどうでもいいとは言いませんが、もう簡単な改正を1個やりたいだけなのに、本当に影響が広がってしまうわけですね。だから条文をずらさないで1個付け加えるようなことができないですかっていう時に開発されたのが、この枝番なんですよ。条文をずらさないで新しい条文を1個付け加えることができる。だから皆さんは98条の2と言われたら、98条ではありません。98条の次の条文です。 だからもう98って言葉は使ってますが98の2っていうのは98度とは別のもう次の数字だと思っていただければいいですねまずそこをしっかり理解をしてください時々あの勉強が進んできても先生条文引いたんですけどテキストと違うこと書いてあるんですよね98よの2って書いてあるからここ引いたんですけどあそれ98を2個だよみたいなことはありますからあちゃんと今のうちからこの枝番っていうことを知っておくといいかなと思います 結構民法枝番いっぱいあります。まあ、例えばですね。民法の三百九十八条に枝番がいっぱいついてます。三百九十八条の二十二まであります。 なんであるかというと、この399条の2っていうのは、寝定当権っていう後から作られた制度なんですね。だからそれを398条と99条の間に入れたんですよ。一つのもう説を全部入れたんです。だからこの寝定当権っていう条文は全部398条のなんちゃらって条文になります。まあ、こんな形で後から付け加えるときに枝板を付け加えることによって、 条文をずらさないで条文を付け加えることができるんだということになりますだから逆に言うと条文を削除する時も数字詰めません何かの都合があって条文を削除しなければいけない場合があったとしたら条文は詰めません改正によってだから例えば民法なんかでは ちょっと画面見てもらうと38条から84条まで削除されておりますので37条の次は85条ですもう決番です38から84まで決番です削除されてますなぜかっていうとここ今まで民法法人の規定があったんですがこれが新しく法律ができてそっちに抜き出されました だから38から84までに規定されている条文が一つの独立した法律になったんですが じゃあ民法から削除しましたからじゃあ、民法からだいぶ条文がなくなったから詰めようってことにはならないわけですねこれを詰めてしまうとまた条文がずれてしまいますから、まあ、そんな形で改正するときにも条文を例えば削除する改正や条文を挿入する改正のときにも他の条文をずらさなくていいような工夫がこの枝板だったり削除しても欠板にするといった工夫になっているわけです。 まあ、よろししいでしょうか、まあ、そんな形で押さえておいていただければと思いますではえ次がですねえ講義ノートの8ページ語句の使い方これ一つだけ、えー、今回残りの時間で見ていきたいと思いますが語句の使い方カタカナの「あ」です。またはともしくはまたたははははととももししくく これ意味はって言われたら英語で言う「オアですよねつまり「と、B、どっっちかって意味ですりんごまたはみかん」って言ったらりんごとみかん両方はもらえないわけですよりんごかみかんですよねじゃあまたはともしくはってどう違うんですかっていうと皆さんは日常用語ではどう違います、まあ、普通「もしくは」なんて使わないですよねこの硬い文章の時に使うのかなってそんな感じですが法律ではどっちの言葉を使います で、意味は一緒です。英語に直すと、or です。ただ、使い方が違うんです。どういう使い方が違うかっていうと、どちらもいずれか一方という意味であるが、またはの中でさらに分けられるときにもしくはを使うんです。だから下、a または bc なんですが、その b と c を分けるときにもしくはを使うんです。 だから、またはで大きく二つに分けて、その一つをさらに細かく分けるときにもしくはを使うんです。だから、いきなりもしくは使いません。またはというのをまずは使って、その中でさらに分けなければいけないときにもしくはを使うので、またはともしくはは、分けるレベルが違うんですよ。またはという中の細かいことを分けるときにもしくはを使うんです。で、具体的に見ていきましょう。えー、その下の199条を見てください。 まあ、これ簡単な条文ですが、なんとなく読めるとは思いますけれども、実際に丁寧に思うと思うと結構大変で、人を殺したものは死刑または無期もしくは5年以上の懲役。まず、こういうふうに考えちゃいけない。死刑または無期。で、または5年以上の懲役っていうふうに3つが並列に並んでるわけじゃないんですよ。どういうことかっていうと、ほら、ここにまたはがありますから、死刑と懲役っていうふうに、 まずは大きく分かれてるんです。死刑または懲役なんです。この死刑と懲役を分けてるんですね。死刑または懲役。で、懲役の中をさらに、無期もしくは5年以上。つまり無期懲役、あるいは5年以上の懲役っていうふうに、懲役の中をさらに分けてるから、もしくはを使ってるんです。死刑または懲役なんですよ。まあ下に。 ダイアグラム書いてありますが、死刑または懲役って大きく分けて、懲役の中をさらに無期もしくは5年以上って分けてますから、無期懲役か5年以上の懲役なんです。このように、またはで大きく分けて、で、もしくはでさらに小さく分けるって形になります。これもし、死刑、無期、5年以上の懲役、まあおかしいですが、例えば A、 b, c を並列に並べるときはどうするかっていうと、最後のとこに、またはを使って終わりです。まあ、ここコンまで。a, b, または c。これだと a と b と c を並列にまとめてます。並列に並べてます。そうではなくて、えー、a, または無期、もしくは5年以上の懲役ですから、これはまた死刑または懲役で分けて、で、その懲役の中をさらに分けてるから、もしくはを使うんだ。 まあこの文章自体はそんな難しくないから例えば無期なんて言われても分かりませんが無期懲役のことやろって普通思いますので読めるとは思いますがちょっと難しい条文なんかになってくるとこういう言葉の力を借りなければ読めないこともありますから今のうちからしっかり押さえておいてくださいねでおよびと並びにもだいたい一緒です、えー、および並びにはどちらもい,ずれかあいくつかのうちのいずれもという意味であるが およびをさらに並べるときに、並びにを使います。まあ、単一の場合には、およびを使用します。まあ、これそれほど問題になることはありませんから、これぐらいで OK ですが、まあ、とにかく、またはと、もしくはをしっかり押さえておかないと、読み間違うことも出てきますから、気をつけておいていただければというふうに思います。で、ちょっと言葉の話は次回に続きます。次回は9ページ以降についてお話をしていきたいというふうに思います。では、今日は、ここまでということにしていきます。 これからですね、まあ、実際に本論編に入ったらどんどん進んでいきますから、まあ、その時の復習の仕方とかはまた次回以降にお話をしますで全体構造編があと2回ありますからちょっと用意するものだとかあとはですね、えー、勉強の仕方、でそれから復習の仕方などについてはお話をしていきます。ととりあえずここのの全体構造のところでは、まあ まずは慣れるということですから、まあ、今日の復習とすれば今日やったことを一通り見てもらって、まあ、ちょっと覚えようと思うところを覚えるというレベルで結構ですから本格的に勉強が始まったら正式にこういうふうに復習してくださいねといった形でお話をしていきたいという,ふうに思いますでは、えー、今日はここままでにします、まあ、今日やったところをしっかり見ていただいてこれからですね本格的な勉強が始まっていきますから、まあ、途中でお話した通りまずは勉強の環境これを作ってこれから1年,です、ね、1年以上一緒に勉強できる。 ようにしていただければと思いますもう途中で投げ出してしまうのはもったいないですからまあ、その投げ出してしまうという一つの原因はやっぱりこの環境が整ってないということにありますのでまずこの段階でしっかり勉強の環境というものを整えてえこれからどうやったら勉強できるのかという物理的な環境だったりあとは心理的精神的な環境もありますよねそういうことをちょっと作っていただければと思いますまた皆さんと一緒に勉強していきますのでまあ、通信の方も含めてホームルームだとかいろんなところでサポートはしていきたいと思いますぜひ こちらを利用して最終合格まで走り抜いていただけると思いますではまた一緒に勉強していきましょう今日はこれで終わりにしますお疲れ様でした